今週はよしきさんも帰ってきてくれました先週はお休みいただいて申し訳ない。こんこんと混同しておりました。はい、すみません。しょうがないもん。は春ですからね。春はね。そうなの？そういうこと？花粉症と春は昏睡の季節ですよ。そうそうそうです。春眠暁を覚えてるってあ、それだね。そういうとなんか寝てたみたいだから。そうですね。がんそれがす。ガンサボりのイメージですね。 そうじゃなくてね。はい。まあでも体調は大丈夫ですか。体調は、あ大丈夫です。今日は。よし。はい。あとあの、サムネをね。寺はホークたちで。申し訳ない。今週、そうだ。今週から、一文字。文字ずつ減って。いく早めに枠も取って。バッチリだ。さ、そうですね。ガタンガタン、ガンガンってやつですね。そうそうそう。落ちいっちゃった。それか、ほら。あの、水木先生の、あの。はほら、顔の部品が一個ずつ取れる。 あもがーって言ってあの彼ののっぺらぼうみたいになっちゃう話ねそんな感じで来週からお送りしていきたい最後に残るのはええおんびきかもしれないかもしれないということでございますええまあ今日はですねその前にあれだ金曜8時になりましたんでブラックつまんやいって思ってやってまいりますけどはい金曜8時はブラックホールねよしはい決まった で二、えー、月があっという間に終わりまして、二、うん、<laughs> 月は逃げる。逃っちゃうよね本当に。仕、うん、なんじゃないんだよ。いやそうですよ。うん、誰かさ。 れね、もうこれでさ今年6分,ん 6, 分 1? 1> 6分の1終わったとい計算でってうそでしょと思って、うん、確かにね冗談に何も言ってないまだ6分の5ありますからねいやいやいやそう言ってるとすぐ、うん、確かにねそうなんですよ3月だってあっという間についていきますから、うん、ということでとその前にこちらです、うんはい お知らせです <laughs> DVD& 動画配信データ、うんえー、毎月20日発売で3月号が絶賛発売中ブラックホールコーナーもあるよということで <laughs>、はい、ぜひねお手に取ってと、はいはい、いうか買って,買って,買ってねということでございます、はい、そして今日はこれだ春の出会いと別れ映画特集、はい、まあ春ですから,ですから、ね、出会いそして別れです、ね、出会いもあれば別れ <laughs> <はね S 2> あれば。 そそううでですすね<ー>日本はそうですしかしあれでしょそのなんかこうアメリカ式とか欧米式になるっていうの話も聞きますね学校なんか九月入学でやるとか言ってますけど、ね、その時さ1回半年おかしくなるわけじゃん、うん、その時それどうすんのそれ分かんないけど、うん、い4月3月にすごい休みになったやつねそうそう長い休みいいなそれそれいい、うん、でもさあ会入社とか変わんないわけでしょ 月入社変えないですかだけどそれやるんだったら確かに入社とかも変えてその年度っていう設定を年度自体は変えなきゃいけないと思うんですけど年度っていうのが大体よく分かんないですよねなくていいじゃないですかあれなんで12月で1月じゃ駄目なんですかあれそうなんですよだからそういうこと忙しくなっちゃう忙しくなっちゃうからあ正月に休みたいからかそうだよ。そういうことなんですよ 確かにね。ええ、そうなのか。一月一日から新年度ってなっちゃうと、もう会社行かなきゃいけないってことでしょう。元旦から。それはちょっと冗談じゃない。冗談じゃないです元旦から行かなくていいじゃないの、別に。うん。二日から行けば。まあ、二日、二日なのか。あ、でも、やだ。はい。っていうね、ことなんです。出会いと別れ、真ん中にレクター博士がいて、なんでだろうと思って、まあ、確かにこの方もね。

あれは良かっったずと歩いていくんですよねいいあれはよだからシェーンみたいだよねそうでだけどほら主人公が向こうに向かって歩いてったりさ主人公が死んだり家が燃えたりしたら映画終わりですから確かにねはいそれが基本基本カメラはこうやってね上からね上に行ったりしてねあ確かにランボー4とかねあ確かにずっと歩いてねあの時は家が最後に爆発すんじゃないかん大丈夫でしたねよかったよかった その次のいわゆる爆発しただろうだってそうしてたしてやっぱりするんじゃんと思いましたけどねまあね鳥山先生も亡くなってしまってあもうびっくりしましたね鳥山先生とねへこんでいますびっくりしましたあまりにも結局お若いというかあまりにもお若いですよねあまりに急でしたからはいまあねあの「ミネドクタースランプを読もうドクタースランプはいいよね僕はニコちゃん大王が好きなんですわしだがや」って言ってね や、はい、んだ方はいいよね。ということなんです。はい、で、今日は皆さんからのお便りをたくさんいただきましてありがとうございます。え、お便りを中心に、私どもが考える出会いと別れ映画っていうところにも触れていきたいということですけどね。はい、うん。とりあえず一発目行ってみようかな。はい<お>ね。はい、ハーヴェイ。松方さん、はい。別れ色が強いですが、大人になってみた。ブックスマートが本当に好きで食、はい、らって。 これ高校生の頃に見てたらなんかもっと早く気づけたなぁと思いながらラストのスピーチで泣きました帰宅部で似たような地味な男でつるんでスポーツやってモテてるやつらなんかしょうもないだろみたいなノリでうひゃうひ言ってた青春時代でも結局そんなのは思い込みだったし卒業間近に喋った一番息けすかないと勝手に思ってたやつの体育会系ギャグも面白かったしもっと普通につるんでたらよかったなぁと後悔した思い出があります 最近はさらに「俺らは陰キャだから」とか「あっちは陽キャだから」とか自分で自分をカテゴライズして勝手に分断があるように錯覚している人が増えてる気がしますどうせそんなの勘違いなんだから「ブックスマート」見てみんな一緒だよなみたいな気分になっといた方がいいよとはおじさん言っておきたいですということですね。

僕さあさあ山スマコってそんなねえ <laughs> そんな,そんな <laughs> オリビアワイルドオリビアワイルド,イルドあの「ゴーストライダー」に2個系と出てたそういうのかよ <laughs> っていうねあとなんだっけ「ワイルドスピード」「女優さんですよ、ねうん、そうツーファストツーフューリアス」とか出てたそんな女優さんがあのー、ねまあ随分の才人でだってオリビアワイルドさんはこの間はあれでしょほら、あのー

えー、ブックスマートですからね、うん、うん、すごい人です樋口良かったしブックスマートね、はい、まあでもさ、うん、その勝手に分けるのはあれだけど今のお便りですけど、うん みんな一緒じゃないよねみんななじゃいし正直に言っちゃうとまあ仲良くしとくのはいいと思うんですよ当然ねその時はでもどうせ高校出たらわないよね間違って同じ坊にいた囚人というだけのことなのであんまり気にしなくていいと本当にそれなんですよ僕高校の同級生とか同学年とかって同じ部署にいたからすんごい結束してたんですよ卒業する日まで。 で、泣いて別れて。うん、だけど、それからに、一週間、二週間経って、どっか渋谷とかで遊ぼうぜっつって、みんな集まると。うん、もう何喋ってるか、わかんないっす。あ、そうです。あ、<laughs> それはね、やっぱり同じぼにいたっていう共通点しかなかった。昔話、しかし、うん、仕事ないじゃん。そうなんす。そうなんす。うん、なんかね、だから、それから会ってないっていう子は、すごいいっぱいいるしね。うん、だって、ほとんどの同級生は、だってさ。たまたま、同い年で。うん その学校に来てるっていうだけ以上の接点がないから本当本当だよね,思うんですよね大学以前の知り合いでいま <うん S 2> だに連絡取ってる人って一人しかいない。 連絡も取ってないけど、まあ、何やってるか知ってる、まあ、ツイッターとかでフォローしてるから知ってる一、うん、人しかいなくてでそれはめちゃめちゃ仲良かった友達なんだけどずっとね文通とかしてたんだよ俺<え>頭欲しいからキモかったんでずっと文通してたんで文通仲間となんかペンパル,ペンパルあ何十年ぶりに再会したりして、えー、あそれでつ,き、えー、つ,つながってるだけだね。 あんまないですよだから本当趣味の付き合いとかなんかがあればまあありますけどねだからやっぱりそれってなんか学校一つにつき一人とかいればまあ上等みたいなまあ、うん、それがでもう、OK、けもんっすよね、うん、でまあ今はほら SNS とかがあるから、うん、あの時のあいつみたいなのでちょっと友達 いわゆるとも友達みたいなことになったりするけど、うん、だからってなんだって話ですもんねそこ全部切ってこうして <laughs> 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 友達申請を OK しなきゃいいじゃない <laughs> あ,あ、そうレフルはあるよね <laughs> で、そんなもんですよねでもねただまあ同時にその勝手にこうカテゴライズしてっていうのもまあわ、ね、かる気がする,る、うん、でもさ あの、どっちかっていうと、そのさ、勝手にこう思い込んでいて。実はそう、だから、これ、それが映画になるのはさ、あんまないことだからじゃないのって気もするよね。あ、そうね。普通は大体思った感じで当たってんじゃん。そうでもないか。じゃ、割とそうだと思う。でも、三年間、三年間、な、なに、六年間なり付き合ってきて、そういうやつ、ああやつだよねと、分かって、思ってる。 なんか実はそうでもなかったっていう話なんで。まあ、なかなかそうはならない。そうですよね。やっぱり、その。あの、ね、え、え、え、映画の中で描かれる麗しいことってのは、大体本当にはないんで。あの、見るのが楽しいという。ことそうなんですよ。ファンタジー。ファンタジー。ね。ファンタジーだわね。すみませんね。大丈夫かな、今日、いいしょっぱなから、この。はい。っていうことなんですよ。 えとねとりあえず一発目はねここから行ってみようか僕のはっと思いついた出会いと別れ映画その1これだいきなりもうデニーロが大変なことなんデナーサじゃんデナーササ。ペニー・マーシャル監督ってね亡くなっちゃいましたけどね結構好きだったんですよねなんかこの映画とかあとまあ ですけどトム・ハンクスの「ビッグ」とかねあとなんだっけマドンナの野球映画とかね毎回毎回何かなってすごく心にこう金銭に触れる映画を撮ってたんですけどねちょっとパッとしなくなっちゃってそれがなくなっちゃったってあれですけど「レナードの朝」なんかまあこれ公開当時とかもこれ大変でしたよもう泣いて泣いて。 うん、もうも漏らしたんじゃないかってくらい泣いてましたけど <laughs> <laughs> でまあデニーロって言っちゃ僕見に行きますでしょう。それだよね。うん。これ<俺><う>この時はロビンウイリアムズが嫌な時代だったから。いやそうなんですよーー。そう。そうでロビンウイリアムズかと思ってやだなけっ、うん、とか言ってパッチーアダムスとかのより前だけど、うん。はい そう考あるっちゃうまあるだからそうなんだよねあ <laughs>、ね、いまいまいの出ちゃいするんだけどっていうねそ,うそんでね毎回何でもやだなみたいなこのなんか草とか思って見に行くとでもやっぱりロ,ロビン・ウィリアムスでベソベソ泣いてしまうでこれはまあですからあれですよねなんだっけなえと市民性脳症かなんか脳の,のその神経の病気ですよね、うんうんうん でデニーロが、えー、これ実話に基づいててデニーロがその、まあ、ほ,ほぼ昏睡状態っていうのでずっといる、うん、だけど実は昏睡状態なんじゃなくてその痙攣があまりに早くてもう止まっているのも同じ状態にあるということをこのオリバー・サックス博士というはい、はい、ロビン・ウィリアムスの、ねうん、役の方が発見して、うん、で一回目が覚める、うん、だから「アウェイクニング」っていうんだけれども、うん、なんかね出会いと別れの特に別れ部分っていうので、うん、僕ダメなんですよ。あの じゃあねって言ってあっち行ってその具体的に物理的に分かれるっていうんじゃなくてああいるんだけどその人そこにいるんだけどいなくなってしまうともうほぼいなくなってしまうっていう状態がなんでしょうねだからあのほらえチャーリー、えー えー、あるじゃんの,の花束とかもそうでしょ。チ、はい、ャーリーね。はい、真心を君に、ね、真心を君にね,<う>君にね映画はね。うん、なんかそこにいるんだけどもう彼はもうわからないみたいなのがね。わか,かる切ないよね。そうなんですよ。それのでも右盤はさ今しょっちゅうあるよね。<え>あのなんいい友達だと思ってたんだけど。<laughs> うん 陰謀論か <laughs> なんかもう嫌な話し <laughs> なんでこうなっちゃったんだろうってしい間違ってた俺のこのに聞いて急に,さ <laughs> 急になんかそういうこと言い始めちゃったりして「<laughs> あれあの人はどこに行っちゃったんだろう」みたいな <laughs> あ,あるよねうん。 わわかかるでも,でもかりますよそれはねだってうちもだからほら去年かおととしあの <laughs> 一昨年父を亡くしたでしょ。でやっぱりその前から少しずつすり減ってたんだけど、うん、やっぱりその何ていうのこう同じ人なんだけどさ認知症とかそういうのでもさ、うん、どんどんこうそのなんていうの連続性はあるはずなのにだんだん減っていく感じみたいなのもあるじゃんか。うん なんかそういうのはちょっと切ないもんがやっぱりありますよね。そうそうっていうねことなんですよ。レナードの朝これだけどあの見ると泣くから見返ゃないんですよ。まあちょっとそういう時はあっちを見たらいいよ。あの何だっけえっとシュマッカーのやつの方。シュマッカーのやつ何？えっとなんだっけ。あれ？えっとフロレス。あれもだってあれはリハビリの話でロビンアンスじゃなくてデニーロが出てる。デニロをええフィリップ・シマホーマンの えっとドラッグ服員の人がこれはもうね,ねロビーエアムの会話フリップションホフマンですからね、うん、いいに決まってるず <laughs> 本当ですよね、うん、あれあれ決策ですけど、ね、あれもうということですなあのグローリスも見ようだから出会いと別れてから出会いでその後だからその何て新しい友情が生まれるみたいなのもやっぱりあるよね。うん まあね、そうですね、で、このロビンウィリアムスの先生もずいぶん内向的で、なんかコミュ障みたいだったのが。この、やっぱデニーロとのあれこれを通じてですね、こう、新たな、こう、あの、出会いがあったりなんかして。ちょっと世の中に、あの、目を、ひあの、なですか、あの、ね、あの、胸筋を開いてみたいなことできてよかったね、っていう話です。なるほどね。よかったですね。はい。そして、もう一丁を、その二、出た。だダんだダだん。あれ、出た。 これれは雑な別れちょっと待ってくれだれこれさ、うん、えっスリーって俺の好きなやつじゃんあの好きっていうかさ。うん あのちゃんと一周してやっぱ核戦争は起きました。最初のスリーでしょ。最初のスリーって何？いやいやだって最後にだって何もち,ち,ちゃんと核戦争になって終わるやつよね。ジャッジメントでは延期されただけで本当にやっぱり人類は、うん、ほぼ滅びましたい。いや、うん、これな約束を果たしてもらった映画なんでそ,そうそうそう。ただねこれやっぱりターミネーター,ターミ特にターミネーター2の最後ね、うん、いろいろなんかターミネーター2も気に入らないなんて言いながら見てて。うん なんかこんな,なんか子供の味方になりざわって金利がないふんとか言ってて最後にやっぱあのほら親指を立てて横路に沈んでいくであの坊やと泣きの涙で別れてこっちはめちゃくちゃもらい泣きして「いい映画だな」って言ってっって家帰ったんですよあの別れに比べると「ターミネーター3」の別れっていうのは雑でいい加減でいいんですよね。 もうどうせそのジョンコナー青年とターミネーター T800 この時850ですけどどうせまた会うって分かってるんですよはいはい <laughs> まあそうね,ねそうだからその T850 はねもうなんかあの自分のなんか電池を抜いてなんかあのこの TX って女ターミネーターと相打ちになって爆発とかするんですけどあ,あそうだったねそうじゃあまた会おうって言ってすれ違いざまに、うん。うん でジョン・コナーもあはいいみたいな感じで <laughs> でドッカーンってだん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 って終わっていやいいなと思う逆に逆にこのあ,<ー>あのひ引かない感じがそう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 ,そう,そうなんかねでも3でやっとさだからもうこれでいいじゃん終わりでっていう、うん、<laughs> ことだったと思ったんですけどね,ね終わっちゃいけなかったっと、うん、あとやっぱりあの僕はこのんだろう2の時よりもさらに3の時の,そのなジョン・コナーその社会不適合 適向さが際立っててんかあれちょっとなんかスキャナーズ的なっていうかんかさそ,のそういうことを分かってたり、うん、能力があったりするともう無理じゃん日常生活がそうなってる感じはすごい良かったですけどね。あそこはなちゃんとよく描けていたと思うんですよね。ジジャッジメントデイっってていうものが回避されてしまったから、うん そのジャッジメントデーが起こった後で人類の救世主となるはずだったジョン・コナーなわけでしょううん、うん。ルンペになったそうジャッジメントデーが来なかったらもうただの人以下なわけですよ。もう, <laughs> そういうことですっということですよ、ね。あとは大体構造としては実はターミネーターはずっと同じ話なんだよね。入ってきてーって追いかけて <laughs>。<laughs> <laughs> でもまあこっちはこっちはまああの別れがさらっとしててよかったなってうん、うん、さらっと別れていきたいねっていうことですね。な っていうのも分かって分かるっていうか結局、同じことをこのまま4、5と繰り返すのかっていう話になっちゃう,、ねう,ねうね、またまたあのや回避するためにまた来て。 またそれを止めて止めたと思ったらまた怒ってみたいなそ,その繰り返ししかないのでやることがいやでも僕は思ったんですけど「うん、ターミネーター1」を見た時から思ってたんですけどだから2ではサラコーナーのお母さんを殺しに行くはずではない <laughs> でどんどん遡って <laughs> まあ先祖殺そうが楽ですよきっとね、うん、だ,からだからあれはなんか時間にどこまで何ていうの無理があるとか言ってないじゃん別に、うんうんまあ、特にだからすっげえ昔に戻って、うん ややったりとかやんないのだからその時代ものみたいにできるじゃないですかでもあんまりそう昔まで戻っちゃうと、うんまあえあの影響の及ぶ範囲が広くなる。すぎるか何が起こるかわからないみたいな。確かに、うん、確かになんかまだ血巨人とかの頃とかに、うん、後ろから近づいたら、たぶん元気儲からして終わりみたいな。でれんでれんでれんかんみたいな。いやいや、ね、それだと多分あのスカイネットも生まれないからさ。<laughs> あでもあれなんですよ。 スカイレトも生まれれないのやばいうちゃんと考えられてはいたんですよ悔しいことにキャメロンってそういうとこ抜け目ないとかあるじゃないですかずっとなんか手帳にねちに近いですねだ,からだってあのほら <laughs> 文明がほぼその失われて <laughs> うん、うん、で何の,その情報とか資料が残ってないで結局そのサラ・コナーっていう人ジョン・コナーの母親がサラ・コナーと言うらしいっていうところまでしか分かんない,い,、はい。 でだからそのサラコナーって LA に住んでるサラコナーを片っぽい深井そうですね順番に深井名前わかんない深だからやっぱりその時に分かった知見をその T800 が毎日違和感なんかに思っておけばそうねそうすればま周りもあって分かったかもしれないことですいませんでしたはいすいません本当は分かります深井どれもよりとしてこんなに引っ張ってしまう深井分かればさらっとっていうことでございましたそして僕のもう一本これだあでもちょっと待ってあなんだなんだ 今思い出しかミームで見たんだけどあのさサラコーナーをさ電話帳で調べてるときにさなんかもう一個の指でもう一個調べてるとか言うんだよねあれねえっほかえそうだっけうんサラコーナーんか調べるときにね何かねもう片方でもね何かやってるらしいっていうのを前になんかミームで見て何と思って忘れたからよく説明できませんか まあね、もうちょっと調べてみよう。はい。はい。で、もう一個、これ。鉄板。僕の心の映画。だろうかと思う。ドロン。してブロンソン。ね、アデューラミー。アデュラミもしくはフェアウェルフレンド。だから。まあ、出会いと別れですけど。これもいいですね。ベタベタしてなくて。まあね。 僕ドローン好きだねでもね。ドローンはいろんな人と出会ってるわけじゃないですかね。最近あの家からすごい銃が出てきて、やばいよ。七十出張ぐらいで、七十出張ってそんなに集めるの、よくわかんないんですけど。趣味だったんですね。趣味だっいやこれはいいですよだから、あの映画としては割とね、僕本当好きでこれく見てるんですけど映画としてはなかなかのヘッポコなんですよね。なんかね。 でなんかこうなぜかブロンソンがドローンに執着してなんか後ろついて回ったりとかしてなんかこうあのドローンがねなんかあの強盗かなんかするんですけどそこにブロンソンもくっついてきちゃってそうこうするうちに2人で金庫に閉じ込められちゃって「熱い熱い」なんつって「大変だ」なんて言うんですけどそんなこんなでまあそのブロンソンが逮捕されましてでドローンもね あのお前もあの時一緒にいただろうって言ってあの一緒に逮捕されそうになるんですけどブロンソンは何も一言も言わずうん、うん、で別れていく時にそのあれですねタバコの火をつけてやるってことなんですよ、うん、いいなこれな <laughs> これ大好きで音楽がいいんですよね<お>フランソワドルーベはい買ってくださいねこれね何とか持ってきた何とか持ってきた,てきたこれもだからこれいいですよ<お>さらばともやねこれね、うん 4KUHD が出ないんで。4K は出てないうん。早く出してください。お願いします。ブルーレイが今買っちゃおう。いいですよ、これ。その場で買う。これはいいんだ。さらばともね。何がいいんだかわかんないんだけど、本当にいいんですよ。ブランさんがいつもヤ枚に。さらばともよってったら原田ともになっちゃったよ。えっと。ブルーレイこれか。あ、二千円で、2500円ぐらいじゃん。そう、安いんです。買っちゃおう。カートに入れる。 そうタバコの火をつけるラスト超好きそうそうね、うん、でまあ別にこれも別にだからさらば友よってもう現代も放題もそう言ってますけど別に友達っつってベタベタしないんですよ別にお互いなんかまあブロンソンは勝手にストーカーしてますけどドローンは困ったなって言ってる感じなんでねタバコとお別れした大丈夫です別タバコとお別れ、はい、大丈夫ですよはい えっとそんなムッチフジさんからのお便りです、はい、え先般体調を崩し一応救急車で搬送されましたあららそれこそお別れするかと一瞬思いましたが今では元気ですそんな私のあげる映画内の印象的なお別れはドローンブロンソンのさらば友もよのラストです、うん、あんなにキレの良いかいエンディングも滅多にないんじゃないでしょうかさすがさらばフェアウェルアデューと、えー、タイトルについているだけあります ええー、私の祖祖でも誰かにあんな風に長寿を終えてほしいものです。それでは皆さんイエー！これねあの、うん、ブロンソンが口癖のようにイエーって言うんですよ。<laughs> はい。いいんですよででなんかこうなんかあるものにイエーって言うんですよ。ドローンはそれに付き合わないんですね。だけどそのタバコの火をつけてやって、うん、あの誤、ー、送されていくブロンソンを背中で見送った。 でこうあのこれから豪走車にでも乗るんでしょうかブロンソンがねイエーって言うとこちらの向こうでねドロンもものすごい顔でイエーって言うんですね <laughs> いいですねやっと言ったってこれはな帰ってみよう <laughs> はいっていうことでございますこういう感じの表現は最近ないよね確かにねあんまり見ないかもしれないな。<うん S 2> <laughs> わ割となんか昔の,そのドラマの作りの仕方っていうか、ね、いいでしょ昔の昔の,昔のいいとこがすごく詰まってる感じがするななるほどねなんかね、うん、おじさんばっか出てくるしい、うんはい、っていうことなんでございますよはいそして、えー、玉次郎さん小学校に上がる前に見たと思われる映画なんですが今に至るまでタイトルが判明してないので、えー、ご存知であれば教えてほしい。 なんだろうこれ何歳の人が言ってもらわないと分かりにくいよね <laughs> 小学校に上がる前だってね以下おぼろげな内容はい、はいえー「日本人の少年 A 確か坊っちゃん狩りが海外多分ユーラシア大陸に行く」「まあ、アラブ系もしくはインド系と思われる少し年上の少年 B 天然パーマ、えー、上裸で下はターバンみたいなズボンと出会いいろいろあって旅を共にすることに」うん「砂漠地帯にて遭難」 少年 B が足を負傷して息も怠惰に絶体絶命んやかんやって二人とも助かる、えー、少年 A 汽車に乗って帰る後ろから松葉杖をつきながら汽車を追いかけてくる少年 B○○ 〇〇ありがとう足をもつらせて倒れてしまう少年 B 涙を流して手を振る少年 A 大体いいこんな感じなんですが <laughs> なぜか強烈に記憶に残っています毎年23回ふと思い出したらタイル気になってネットで調べるんですが分からずよろしくお願いします 全然わかんない。もうかんねえな。それは友よ、2って勝手なこと言うねん。雑に片付けるんじゃないよ。なんかいらん。チェーンじゃないよ。チェーンじゃないよ。んだろうな。いらん映画とかさ、そういう感じどうしよう。でもさ、このさ、手がかりにしてる DTU が間違ってるとわかんないから、こういうのって。あの、難しいよね。ブッシュマンじゃねえよ。みんなね、絶対のこと言う選手権じゃないんだよ。そっかもう。 だろって何の釣リーなんだ人だな。最初の最初の俺なんだろうなねえ砂漠で砂漠でタスケンレーダーみたいなやつとアナ・キンみたいなやつが出会うわけでしょいやまあねスター・ウォーズじゃないかで身ぐるみ剥がれたやつじゃないそうかうん身ぐるみ剥がれてね違うか電車に乗らないしなでも海外に行くのね電車ね電車道具まで出てきましたからあんまり出きたなできたなことって少年 ブッシュマンじゃないんだよなあの電車を追いかけてとかそういうダメじゃない違うか違うかターバンを履く少年っておかしいをろく少年すいませんねあのせっかくお便りだいたのにこの低体力で本当に申し訳ない全くダメだねこういうのね映画は難しいのかな だって僕あれですもん以前に、うん、ねあの歌歌って知らないあのタイトル知ってるけど曲タイトル知らないけど曲知ってる歌って歌ったらみんなが五秒ぐらいでバーっと教えてくれましたけどね。やっぱ映画ってのは情報量が多いから難しいんだ音楽今ほらあのグーグルの花歌検索で一発出れる。花歌検索ってできるんです。できるできる。 すっごく使えるよ。はい、で、あの俺この前もなんか寝てたなんだっけとかって夢の中で鳴ってた曲があって、朝起きてからどうしても思い出せないなと思って、うんうんとかってやったら、もうピンピンポイントで出た。すごいマダムウェブみたいな、ね。もうすごいすごい便利ですよ。うん、<laughs> みんなも花うあの本当だって花う検索ってもやもやするじゃん。する。で、花うでメロディーわかるけど思い出せないとき、これ、うんうん、であのー、そう俺もうひどいときなんてそのメロディーも出なくて。 ただその曲が好きそうな友達しか思い浮かばなくてとりあえず電話して「君が好きそうな曲でさ」みたいなひどいそしたら出たんよマジでびっくりしたな音楽の方がなんとなくわかるっていうこともあると思います答えはマダムウェブじゃなああ映画ニュースのコーナーですあの先週こちらでも取り上げました「マダム・ウェブ」主演のダコッタ・ジョンソンさんが「 もう二度とあんな出るやつ、まだまだ公開中だろ、ちょっと本当にもう <laughs> っう。っていうか、あの人の、あの。 無責任ぶり本当にすごいね。すがすがしい、すがすがしいほど無責任だなこの女と思って。すごいな。自分のせいだっていうことは一ミリも思ってないっていうのはすごい。あ<ー>あ。そして彼女のせいだとは言わないけど、うん、しし責任はあるだろう普通考えて。ね、<laughs> 主演なんだから。ちょっと案内が出ね、うん、出たくない。すごいな。い。でもそうしたらさ、やっぱりさ、その何、制作側。うん、だってロジャー・コーマンだったらさ、うん、すぐそこでポスターするますよ。中東、はい、ジョンソンが出る最後のこういう映画っ。<laughs> 入れて打つ今見ないと絶対もう見られないタコタジョンソンの勇士とか言ってね打てばいいんですよそれはそれロジャコムとかすぐやるそれそれに限るとなそうそうーブはどうだったんかマダムウェーブはポンコツないかなと思いましたねだけどいいところはいくつかあって一つはやっぱ俺最後の方でなんかあのなんか

ミランがちゃんとしてないと映画って持たないなってこと、をしみじみ思ってましたね。うん、あの人何だったんだろうな、最初にだってさ、なんかのオペラみたいな見に来てもったいぶってるわりにさ。何もしてない、なん、何もない人なんだよ。そうですよ。そう、お金稼ぎ、お金持ち。うん、お金持ち。お金持ち、で、僻みがち。うん。この人はほとんど、あの、アフレコだったらしいっすね。あ、そうなんだ。え、あの人の助手みたいのやらされた。ギークなお姉さんはさ、絶対殺されるんだろう。 殺さなきゃ勝ったらおかしいじゃん普通にあの人もなんか何だって雑だよね大体ねうん何となくそんな感じがしましたという以上映画ニュース以上映画ニュースでしたはいでもそうねまあいいやということでございますなので玉城さんの質問の答えが分からず引き続き1年後ぐらいにパッと思い出すかもしれないかですからあの皆さんもね思い出したら教えてください はいそしてもう一丁これです「葉っぱ解体さん、はいえー、仲の良かった友達が東京に行き離れ離れになった時にビバリーヒルズコップ2を見たら泣いてしまいました」この映画それまでにも何回か見ており泣いたことは一回もなかったんですが、うん、ー強盗団に撃たれたボゴミルの仇を取りにアクセルがデトロイトからビバリーヒルズに飛んできてはい、はい、そしてラストはまたデトロイトに帰っていく。 友情が根底にある作品だと思いますし、えー、事件が解決してまたデトロイトとビバリーヒルズで離れ離れになる友情離れ離れというので当時の自分の実生活と重なる部分があったため瑞泉を刺激されました。うん えー、調べたら、えー、デトロイトとビバリーヒルズの距離は遠すごく離れる距離私は関西で、友達は東京だったんで、はい、3000キロ以上離れているデトロイトとビバリーヒルズからすると、規模はかなり小さいですが、そこでも重なる部分がありました、うん、この映画を見て泣いているのは、世界中で自分一人だけなんじゃないかと思うような、うん、映画自体はトニー・スコットらしいご機嫌な内容だと思います。うん、吹き替え版は下条アトムバージョンが一番好きです。はい えー、同時期にジョエル・シューマッカーの依頼人も見て泣いてしまいました弁護士のおばちゃんと少年がレッド・ゼッペリンをきっかけに心を通わせ弁護,人弁護士と依頼人というよりかは友達という関係になるも最後は証人保護プログラムにより2人は一生会うことはない。 友情離れ離れとなると自動的に涙が出てくる体に当時はなっていましたしかも一生会うことはないというのでビバリーヒルズコップ2よりも涙は大粒でしたというおばちゃんっていうけどスーザン・サランドンでしょサランドンってああいい映画ですよね立派な人サランドン最近も頑張ってる頑張っていねリスペクトですねうまあビバリーヒルズコップは確かにな最初の映画からそうですもんね ビバリーヒルズ帰ってから帰っていくねデタロイトにアクセルは。そうね。でもまだかなネットフリックスのあのあ<ー>ビバリーヒルズコップアクセルフォーリーねえあーやるの。うん。えほ本当にねあの人名しあの役名シリーズで,でコマンドメイトリーっていう <laughs> いや僕ちょっとねブラックホールもそろそろ あのー、その辺、プロデュース業に乗り出す乗り出した方がいいんじゃないかと思って <laughs> だってそう、だってビバリーヒルズコップの新作はビバリーヒルズコップアクセルフォーリーでしょ、うん、で今度、新幹線大爆破リメイクでしょ。うん、確かに あれ多分本当はカタカナの真にしたいと思うんですけど別にいいんですよそれやってもらって僕何もやらないですからはいちょっとねブラックホールのそういうあそうねはいいろいろありますよ前にだってほら俺俺なんかタマフルでタマフルじゃないかアトロク呼ばれていったまとめて作ったのいくつかネタありますからねあのコブラブラッドラインとかねコブレって言いましたそうそうあとねあのショートラウンドの冒険ね

いろいろね、うん。ということなんですよ。はいはい、はい、ビバリーヒルズ c ップ2ね、2> うん、そういう目線で見直してみてもいいかもしれない。どうしよう、いつもブリッドニュースに目を奪われて終わっちゃうからね。それから所長,長、長谷川さんです。<お>はい。s h さん、お帰りなさい。判断さもさ激しく、ただでさえ体調を崩しやすい。 えー、今日このごろお体くれぐれもご自愛くださいありがとうございます出会いと別れの映画私がすぐに思い出すのがリバー・フェニックス主演「旅立ちの時」<ー>懐かしいな,ウェ,なウェザーマンのウェザマンの映画だ好きな映画で何度も見返しています えー、反戦活動家テロリストとして指名手配の両親と逃亡生活中の高校生ダニー、えー、リバ・フェニックスね、えー、恋人との出会いピアノの才能を認められジュリアード音楽院に行くためそこにとどまりたいがそれを選択すると両親とは別れ二度と会えなくなる、えー、今回久しぶりに見返しシドニー・ルメット監督作だったっけと今更思い出しました。 狼たちの午後やネットワークは大好きですが同じ監督が撮ったとは思えない、えー、巨匠が手癖でサクッと撮った感があります最後までテンポ良し脚本、えー、かっこジェイク・ギレンホールのママ、うんえー、も音楽もやっぱいいですねキャストも最高です え初めてこの作品を見たのは高校生の頃だったと思いますがこのラストシーン将来自分の子供がリバーぐらいの年に見たらもっと感動するんだろうなと思っていましたがあの定今回見返したらラストの30秒で号泣しました今まででえ一番泣きました年頃の子がいる親が見て泣かないわけがない素晴らしいラストシーンですお母さんとおじいちゃんが割とすっと会えてるのは話の流れ上致し方ないのかな リバーの弟は何度見てもかわいいな、学校ホアキンではありません。この時18歳のリバーの輝きはすさまじいです。はあ、割とこう、顧みられることのね、少ない映画だと思います、旅立ちのすみません、僕見たことないでしょ、本当。いや、これは俺は結構、ウェザーマンっていうさ、アメリカで爆弾テロをやってた有名な組織があるんですけど、その話なんだよね。そそうなんですねの息子 っていうリリバーフェリックスが何で柳澤さんがご覧になってるのかと思ったらそういう専門領域との <laughs> 被りがあるからだと、まあまあ、そうなんだけど,どで,もでも実際にはさ、うん、ウェザーマンってあの割といいところのボンボンが多かったんだよね<ー>だから割とね結構早くにね、はい、あのみんな出てきてあの出頭して、うん、であのー。 構構成して結いなんだっけ全然なんか政治家になったりしたのもいるし割と何かねそんなこんな何十年も逃げ続けてるみたいでね最近はいはいはいみたいな感じであまりないなるほどそうなんですねええもう何しよ何だってシドニールメットですからこれ配信であるのかなシドニールメットはい旅立ちの時 シドニー・ルメットの本当にこれはもうあかんっていう映画はそんなになかった気がするんですけどなんかあった気もするんだけどなぜ作ったみたいなああリメイクグロリアのリメイクとかますあります じゃユーネクですね。ユーますね。大体マイマリストに入ると。まあでもシドニー・ルメットはちゃんと振り返りたいですね。ロスター入れました。シチアとかね。シチアからそうですよ。そこから振り返りますよ。シドニー・ルメットやっていこう。そのうちやっていこう。宿題が増えてしまったっていうことですね。はい。リバーの弟は何度見ても可愛いなと。フォーキンじゃない方。誰がいるいっぱいいますからね。あそこもあの兄弟がね。あそういうことか。うん。 ホワキンではありませんとホワキンがか,かわいそうだろうってうことでございます。<laughs> ホ,ホワキンもかわいいよ。そうそうシドニールメット未知への飛行ね。はい。ベ<ー>ルセーフの飛行ね良かったですね,ね。大好きな映画です。うんうん、フェベルセーフのね、うん、はいいよね。<laughs> <laughs> これは。はいそして、えー、あウィズシドニールメット監督作ああウィズ最高ですね。すちょっと一回振り返りましょうね真面目にねはいということでございます。うん はい、それから昔サウスダコタまで行っちゃった50歳さん<え>初めてお便りしますいつも楽しく拝見してますありがとうございます、うんえー、数多くの映画史に残る出会いと別れを描いた名作名シーンがある中私にとって特別な一本といえばズバリ地獄の逃避行」ですバッドランズ。はい アメリカの原風景をバックにシシー・スペーセクを演じるホリーの視点で語られる幻想的かつ残酷な世界は思春期の少女が不良少年に恋するありがちなボーイ・ミツ・ガールのストーリーを20世紀アメリカしかも映画によって神話まで昇華された奇跡的な作品だと思っております。 ホリ、えーのモノローグ「長い孤独よりも愛する人との1週間を選ぶ」で始まり夢から覚めたように唐突に訪れる2人の関係の終わりには誰もが経験するであろうほろ苦さがリアルな感覚として胸に迫ってきました思えば別冊「宝島、えー」詳細は失念しましたがこの映画の存在を知って以来、えー、当時主人公キッドと同じ年頃だった自分にとっては特別な一本になり監督テレンス・マリックは 最も大切な作家として多大な影響を受けました多分三笘さんが書いてるよね、そうですよね、うんこの、このビデオを見ろだ、ね、<laughs> あれはもう、穴がここで読みました、うん、僕も、はい。そんなマリック監督が、えー、新レッドラインでカムバックを果たし、期待 <laughs> に胸を膨らませて、劇場に足を運びました。鑑賞後あれななんか違うなと え正直な感想を打ち消すように肯定していましたがその後発表される作品群にはどうしてもついていけず、うん、テレンス・マリックはいつの間にか遠い存在になってしまいました <laughs>、えー、ホークさんのありがたみなくなった発言 <laughs> <laughs> その言ったな <laughs> の時もうまいこと言うのはさすがだなと思ったものです。<laughs> あの時、えー、あの頃あの時に出会ったからこそ自分の中で特別な一本になった本作品は今でも見返しますその時々で印象が変わることもありますが自分の中では未だに輝きを話し続けています、うん、地獄の時か面白いよね楽しいいい映画だよねえへ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 のへえ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  全く同じですよ、さすがたことまで言っちゃった、50歳さん、うん。同じ体験をしてます新レッドライアンの時はさ、すごい超話題。また10年ぶりだったね。そうそう、10年ぶりで大話題で、パンテオンで試合やったんですよね。で、ちょっと遅刻しそうになって、ギリで駆け込んで、めちゃくちゃ汗をかいた記憶があります。まあ、<はい S 2> やっぱあれですよ、ビクトリー・エリスもさ、今はこう。 三十年ぶりとかって喜ばれてますけどこれでまた毎年作るようになるとねもうみんないいよとかありがたみがなくなったとか言われてしまうつらいなまあ本当にそのいいんですいい本当にその新レッドラインなあそこでずっとうん何かこのあれっていうあれあれって思ってるうちになかなか映画終わんないしないんでねテレンスマリコはその後は結構やってますでしょやってます まあいつまでかはやっぱ追いかけて付き合ってたんですけどちょっと付き合いきれんわってやっぱ思いましたしちょっとね最近のそうね見直したらいいな新レッドラインとかどうな新レッドラインはまだ許せる気がする見直してみようかな正直あの自国の逃避行ほどいいわけではないけどはいですそれは無理日本でも追いつきましたね日本でこと俺にきましたねないだろうけどたい ただやっぱその頭の二つがあまりにも良さすぎるだけにねそうですね撮影がいいんですね、うん、なんだっけなネストール・アルメンドロスかもう一人ハスケル・ウェスクラーか,かハスケル・ウェクスラーが地獄の調行公演ですかアルメンドロスが全国の日々ね、うん、もうワンカットワンカットがもうあの額縁に入れて飾りたいようなっていうこと多分三めさんもおっしゃったと思うまさしく同感ですね,ねいやまあそういう意味ではもテレンス・マリックとも ある種い別れがあった気がするな出会いと別れがあったうまいうまいこと言うそこまで入れ込んでたからこそですよ僕はここまで言うのはねということなんですはいはいそしてこれだ吉木さんの出会いと別れ映画俺これ映画の内容の話じゃないんだよねすいませんこれはどういうことあの一緒に美女と野球に行ってた女の子がいて 次にプライベートライン見たら、すげえ怒られて、それっきりになったっていう。別れの映画。別れの映画です。まあ、一緒でも、そう、今回、そういう話をしよう。そう、そう、そう、そうなんですよ。そういう話だったんだよ。僕はその時、プライベートラインはすでに三回目ぐらいで。だって、こんな超面白い映画じゃないじゃん。女の子連れてけ映画じゃないだろう。したら、まあ、でも、それだって、好きな人は好きだと思いますよ。ね。いると思うんですけど、これは、あの、だめでした。この時はね、まあ、ある意味、それでよかった。まあ、そういうこともあるというね、話ですね。はい。 <laughs> それでなんで怒られたのってえなんでっていうかなんかねなんかあ,あんなひどいものとか言われて対応ような気がする。だからやっぱりそのなんていうのこうねえやっぱりちょっとまあ合わ、まはい、ないんで、はい、相性相性。はい

ラッシュこれはですねこれデートで行ったんじゃなくてあのまあその時ちょっとしばらく付き合ってた人と別れてゴールデン街の横の u 歩道の辺で「なんかじゃあね」とか言われてで行っちゃったんですよでああと思ってでしょうがないからさらっと別れたてそういう時はそういう時僕はあのはああしょうがないなと思うたちなんですよでそれでしょうがないなと思って靖国通りまで出てきたらピカデリーで。 フラッシュやってて、ちょうどいいじゃんと思って見たら、もうすっかり元気になっちゃって、次の日も見に行きました。元気になった、すごい元気にな、もうすごい染みたんじゃなくて、染みた、染みたんじゃなくて、すごい元気にな。ってなんていい映画なんだろうな。いい映画だと思うけど。いろいろどうでもよくなるっていうのありますよね。なんか。うん。どうでもよくなるっていうかね。なんか。 あそうどうでもよくなるって言ってもいいのかな。こっちの方が面白い。こっちの方が面白いなみたいな。そうそう。こっちの方が面白いな。これこれ超面白いな。一応倦怠期の夫婦の話なんだけど、そこはそれとして。さっきの題名不明映画リトルシンドバッドかしら。リトルシンドバッド。こもわからない。知らないな。そんな映画知らない。でも一番正解に近いと思いますよ。タイトルだけで決めてリトルシンドバッド。本当にリトルシンドバッドにしようよ本当にあんのそんな映画。だってリトルシンドバッド。はい。 っていうことであのねあとねそうクラッシュはサントラも最高で本当にだから始まった瞬間にもうその世界に入れるから、うん、やっぱり全然違う精神状態になることができたのがいいんだと思うんだよねあとクロネンバーグは割とこう、うん、ほらさらっとしてるでしょうん,、うん、なんかベタッとしてないから、ね、ベタッとしてないからでしかもスパッと終わるじゃないですか割と。 で、そこがいいのかもね。そこでなんかドロドロしたもん見せられてもよみたいな。感じはありますからね。うん。そう、いや、そう。このシャープさがいいのかもしれない。トル・シンド・バット日本人マレーシア人の二人の少年と。冒険と友情を描く。本当だ。小松あれ原作の同名小説の映画化。監督誰。佐藤淳也。佐藤淳也。佐藤淳也。結構昔の映画と。千九百九十一年とか。 違うぞ、え、監督花田、なんとかってなってるぞ。なんだこれ。はん、監修が。監修がさ、そうじゅはいはいはい。え、え。さん、わかりました。はい。わかりました。すみません。そのシンドバッド。さっき、適当なことばっか、こう言って、すみませんでした。はい。でも、チャット欄のみんなも、適当なこと、こう言ってたから。うん。みんな同罪だ。すごいな。そのシンドバッド、これ、配信であるのかな。なんと。 佐藤淳也、ね、新幹線大爆破。つながったね。な、確か。ながって、つながって。主演白倉俊介。鈴木フリーアサエ漫画もあんの?。知らない。漫画もありますよ、なんか。梅田富士夫が。まあ、ダムウェブじゃなかったかと。当たり前だろう。あ、すごい、すごい。え、本当だ。俺か、このターバンをズボンのようにしたって、こういうことか。神道。少年はみな旅に出る。サウジアラビア、へ ということです。リトシンだったかって。そういうふに言うんじゃないよ。誰も知らなかったでしょ。いや勉強になりました。リトシンのバンド、ありがとうございます。教えてくださった方ありがとうございます。私はリトシンでしたね。はいはい。すいませんはい。もう一度言ってみます。すいません。はいはい。これはね出会いの映画で何かっていうとあのこれ大学の時かなあのサントリーのそのバーレストランみたいなところで。 厨房でででバイトすすることになったんですようん、うん、でそこの、まあ、店長がもともと板前やってた人で僕はその人になんか米の研ぎ方か,から何から包丁の持ち方か,から教わったんだけどその人にだから最初昼に面接していつからバイト入れんのって言われて、うん、であのいやもうその時そこで金欲しかったから、うん、もう今晩から入りますっつってで入ってまあその洗い物とか手伝ってっていう時にまあ多分,多分履歴書で書いた時にあのー、なんか好きなこと映画とか書いてたと思うんだよね。うん、そうしたらなんか 俺がしたら向こうでどんどんか切りながらその店長っていうか店長がねあのボソッと「トム・コーディー」って言うん,言うんだよ <laughs> ででえっと思ってで「ストート・ファイアーですよね」って言ったら「わかる?」なん言ってそっからすっげえ仲良くなって、うん、<laughs> たっていうまあ出会いの映画、うん、終わり終わっちゃったよ <laughs> <laughs> その店長はだからえっとはすごいいろいろお世話になったんですけど、うん、そこの店もなくなっちゃったんで、うん、でその後なんかね、うん あのいやその人元々そのこねお店入る前は日本橋かなんかのいで板長やってたってすごい人だったんですけど、えー、その後はなんかねあの介護施設かなんかのそのあ,あの料理長をやっていたっていう話は聞いてますけどね、うん、あのすごいもう、ね、めちゃくちゃお世話になりました、ね、はいウォルター・ヒルなウォルター・ヒルってまだ生きてますうん生きてると思うよまあ生きてんじゃないかな、ね、死んだという、うん、話はあまり聞かない気がする。うん、ね オルターヒルもな、いつの間にかなんか別れちゃった感じになりましたもんね。別れたつもりはないのかな。去年か一昨年かなんかなん,んな,なんかありましたね。新作なんかあっ,あ,っあったあった。見てないんだけど、もう,もう別れてるな。<laughs> まあ一応記憶はしてますけど。なんかうん、うん、まあなんかいつもいたのになあっていうオルターヒルがいないなみたいな。ねうん、はい。 向こうが予そ予測してしてるとかそういうこともあるからね。あるかもね。48時間ね、好きでしたね。あれあれありましたね。なんかさ、思い出小晴らしみたいなのばっかりになっちゃって、ちょっとみんなちゃんと映画の中に別れとかあってさ、それはストリートファイアーだとありますけど、まあそうですね、プライベートライアンだってあるし、クラッシュもはない、死別しかない、そうね。 そういういろいろありますあれ出会いの映画だからあれ出会いの映画ですね確かにねいろいろ新しい世界と出会えて嬉しいみたいな話だからねそういうことだまあ今回もだってあの映画は大体出会いと別れじゃねえかっていう方結構多くてねそうでもないと思うよそれはそう出会いも別れもない例えば「ファンタスティック・プラネット」とか別に出会いの映画とかじゃないでしょあれはだけどまあそうかなんか異なる文明と まあ別に出会いでも出会いでもないような気がするなでまあね金座座のが出会いだね。あれは出会いが出会い金座座出会い出会い系だよね。で二つで再び出会うからね。そうですよ。うん出会いで別れたと思ったら再び出会い系か。出会い系ということでございますね。はいはいいませんね本当に。そしてもう一丁あんだこれ。おっとおあダイハードね。はいこれはね別に出会いとかじゃ別別れじゃなかったんですけど。なんだよ。 あでもまああのなんかねこれは大晦日にプールバーでバーテンやってた時に大晦日になって客なんか一人も来ないわけ、うん、でも朝8時までやってる店だからなんか店長と2人でいてでなんかもうどうにも何も娯楽がないと、うん、で別にビリヤードもやりたくないし、うん、でその時に僕が前にバイトしてたビデオレンタル屋でまだ友達がバイトしてて、うん、でその日も入ってたんだけどそっちの店の方が早く終わるからこっちは朝8時までやるからね。うん 終わったらちょっと悪いんだけどビデオで行くと「ダイハード持ってきてくれない?」っつってビデオに持ってきてもらって <laughs>、はい。 仕方なくてダイハードを見て年を越したっていう話出会いもでもほら年越しだから年分か,年分かるっていうのは分かんない <laughs> <laughs> ゆく年来るゆく年来る年的なねあのそういうことでしビデオで来たダイハード持ってきってすごいですそ、ね、そうそうなんかねそのそれもずいぶん雑な注文をしたもんだと今から考えると思います <laughs> でも気持ち的にはダイハードが見たかったねその時、はい、なんかその時はダイハード見たかったんでね、うん、っていうかなそのなんか店長が,ししがでも ぱぱっと見て喜んでくれそうなものみたいな<ー>そういうこととあるねそういうそういう需要ねそういう需要はあそういうことですね、はい、まあな大イハードは別に誰が見ても面白いしなまあダイハード見てつまんないっていう人はさちょっとちょっとどうかと思うよね <laughs> その初見でさ。<laughs> これすぐつまんないんだけどっお前大丈夫かって思うよそれはじゃあ何だったら面白いんだって逆に聞きたいですよね聞くといいよね聞くといいですねそういう人がいたらね確かにね何か何が面白いんか勅使河原宏の映画とかが面白いっていう人かもしれないですよねということでしたなるほどな全部人生の切り売りでしたねいまいいですか別そういうことがありましたということですね そして、えー、またお便り、ひろきさん、うん、出会いと別れといえばというテーマとして特筆する監督ではないのかもしれませんが、ニコラス・ローグはフェイバリット監督です。 ヨシキさんも「クレカル TV」で「マリリンとアインシュタイン」や「美しい冒険旅行」を少し取り上げておられましたが僕の中では「ジェラシー」こそニコラス・ローグの最高傑作にしてとんでもなくこじれまくった男女の地上のもつれやミソジにそれが西欧社会男性性のオリエンタリズム過去女性性に対してのアナロジーになっており最後はそれに対する大きな拒否としての別れとして関係が終焉するというよくできた映画だなと思っております。 えー、柳下さん案件だとファスビンダーも、えー、出会いと別れがたくさんありますよね、うんえー、最近地元で特殊上映があり全て鑑賞したんですがどれも胸に刺さりました DVD ボックスセットも買いましたよと、うん、素晴らしい、うん、素晴らしい、うん、ニコラスログ・ニコラスローグいいっすよね僕はほらだってマリリンとアインシュタインがやっぱりあのはリアルタイムなんですう、はい、で,でまあもう美しい冒険の子はね、まあ、もちろん素晴らしい映画だし赤い影赤い影,赤い影 がいかけね。地球に落ちてきた。地球に落ちてきたことね。確かに、そういうと、ジェラシの話はあんまり出ないかもしれない。確かね、見直してみよう。確かにな。うん。今のお便りを読んでたら、ちょっと見直したくなりましたね。はいはい。ニコラスローグね。ニコラスローね。そして、ファス・ビンダーも出会いと別れ。まあ、大体別れます。た体別れます。大体別れます。うん。ね。そうそう、そういえば、なんだっけな。 あのー、さっき話をしてたさらば友よとかも含めうん、うん、4月に何かまたね新宿であれですってフィルムのあ祭りがあ,はい、はい、あそうなかフレンチのあるんでしょレフレンチかフレンチのワールあるんですってさメルベルとかやるそうそうそうあなるほど、うん あ、じゃ好きなやつやるんじゃなんだっけ雨の訪問者さらばともよ。雨の訪問者いいね。夜の訪問者まあブロンソンですね。人気いいなこれいこう。人気。生き残ったものの起きてこれはあの、あれですね。冒険者女性序盤人が冒険者たちやり直したやつとかいいですね。穴。ねいいですね。罠。墓場の木やろうどもみんな行ってください。4月の27日からだそうですという。行くこの勝手にお知らせをね入れ込んで。ケイズシネマだ。行こう行こう。 みんなで行こうということでございます、うん、ねあ。なるほどね。これ辺にはあんまりやんないもんね。やんないですね。確かにまとめて見られるんじゃないですか、えー。いいかもしれないですね。これは,はい。はい、さあ、そしてパグ中毒さんです。映画の中の出会いと別れと聞いて真っ先に思い浮かんだのが海外の高校などの卒業イベントの一つであるプロムと呼ばれる学校主催のパーティーです。<あー> <laughs> はい。 日本だと全くと言っていいほど馴染みのないこのイベントにアメリカの学生たちが熱くなっているのは不思議な監督ですこのイベントはアメリカ独自のものなんでしょうかまたキャリーやキャビンフィーバー2など特に多くのホラー映画においてプロムが品質しますが何か理由などがあるんでしょうかプロムシーンが出てくるおすすめ映画などありましたら教えてくださいまあプロムブックスマートで <laughs> ブックスマートもそうだしまあ、ね、バックトゥー・ザ・フィーチャーもそうだし あのまあ、いっぱいありますよねプロムナイトがそうだしねプロムナイトはズバリありましたな、うんねまあ、プロムだからプロムとホームカミングと2つあるんでしょアメリカはね、うん、ああだからスパイダーマン、うん、ホームカミングでだからバルチャーが出てきてなそうプロムクイーンとホームカミングクイーンといるんでだから、うん、でだけどでだからプロムの方がまあでかいのかな分かんないですけどね僕あ、うん、のカナダに行った時はプロムがあった、うんでホームカミングがなかったと思うそっちはアメリカなんじゃないか分かんないですけどーホームカミングって何です、うん ホームカミングもよくわかんないんだよんよくわかんない。よく知らないのなんかだから知らないから本当にまあ、まあ、あのフロムっていうのはもうあれは <laughs>、はい、えっとなんて言うんだろうなそのあデビュタントっていうの<ー>その上流階級にデビューするっていうもともといもともといやそのっていうのがあってあれのそのまあミニ版っていうか 庶民版なんだよ。言ってみれば、アメリカにはそんな本当のプロもあの本当のデビューダンテのもないから。確かにね、うん。でもヨーロッパあでもああるじゃないですか、アメリカにも。でもあるけど、うん、あるけど。南部とかめちゃくちゃありますよね。うん、うん。あのだって南部のそれでなんかそれに行くのになんか赤い服とかありえないとかがある。T T V そう着れるみたいな格好あるじゃないですか。なんだっけ忘れちゃったけど。あ、ホームカミングは、うん、えっとね大学とか高校の えと卒業生が年に一回母校卒業生を年に母校に迎えてダンスや同窓会などをやるという同窓会なんだ同窓会的なこと同 B 会みたいなことゃじゃあ OB がやってきてあのみんなでバッとするっていうそういう会 <laughs> っていうことらしいやだなということらしいねあのなんだっけあのデイズドコンフィーズドってあ<ー>あー ベアン・アフレックがうあ<ー>子供を捕まえてあの <laughs> かき氷を捕まえてケツバットしまくるっていう <laughs> ケツバットってすごいケツバットで命をかけてるやつだねじゃあホームカミングとプロムそしてケツバットってことですね <laughs> プロムっていうのはだけどブロブじゃないよプロムプロムプラムでもないよわからないわからない 世界ですね、確かにね、うん、全然わかんないな。だからね、あれはともだかかし、卒業生がやるんだよ、ね。いや、もうまあ卒業する。だから卒業する3。三年,年生がやると三年生があの卒業式代わりっていうか、卒業式の前にやるのかな。うん、なんかあのみんなであって、でそれに呼ばれないというか、行く行く人行く相手がいないあれ誰かと行かなきゃいけないものなんですか。 うん基本そうなんだけどでも今いろいろ変わってきてるってもそれこそ LGBTQ もあるし、あそあそうか、そうそうまあそうだね。だからそのどういう風でもいいみたいなことにはなってるところはある。ピンでピンで行ってもいいんでしょだってピンえ。ピンで行ったっていいんだけど、いいで,でも踊れないからね。ああ、踊りね。<laughs> 踊り。それえもうピンで行って踊り狂って帰ってくれるんですよ。<laughs> まあまあそれはそれは手当、ね。それがそれがそうん、そうそうしようもうみんなね。 そういうほらだからそのダンスがさそういう日常生活に組み込まれてるっていうところが多分最大の違いでだからリンクレーターのやつがレイズコンフィーングバッドチューニングとかだとほらだってほら結婚式とか普通に行っても結婚式って式終わったらその後飯食って飲んででバンドをやってダンスがしてみんなねだからディスコみたいになるじゃんかそういう機会が ないじゃん、うん、っていうだからそこはちょっとブカルチュラルの違いがだいぶあるよねそのねま,まああとあのアメリカってめちゃくちゃペア文化だから、うん、かカップル文化っていうのは必ずねあの、えー、カップルで行かなきゃいけないというなるほどねロッカーのある暗い廊下に行くイメージはいはい、うん、そうねそこ行って殺されるんでしょっていからないちょっとアメリカの文化のことはよく分かっていないっていう。 ことですよ、うんはい、さらに天蔵さん、はい、出会いと別れ映画特集五十、はい、回目のファーストキスをおすすめしたいと思います、えー、事故で記憶障害を患い一日ごとに記憶がリセットされてしまうヒロインとのラブストーリー、うん、記憶を失うことで毎日主人公と出会うヒロインと 忘却という別れを一方的に突きつけられる主人公の対比を重,す重くなりすぎないように、えー、うまくコメディとして描いている作品です、えー、ピーター・シーガル監督のオリジナル版と福田雄一監督のリメイク版の2つがあります <laughs>、うん、特に思い出深いのはリメイク版の方です当時ちょうど出会ったばかりの女性を誘った映画デートの作品として 恋愛ものだし山田孝之主演だしこれで一家かぐらいの気軽さで選んだのが鑑賞のきっかけでした、えー、癖の強い作品を撮ることで有名な福田監督でしたが元の脚本が優れているせいか本作は福田作品の中でもダントツで安定して面白く仕上がっていますそんな中シーンは、えー、ヒロインの父親と兄の場面へ福田ワールドのノリを全開にしたやり取りをする二人に対しそれが完全にツボにはまってしまい ややのの劇場の中報復前する私冗談ではなく呼吸困難になりかけるほど、えー、爆笑する私にドン引きする彼女福田作品で爆笑するようなやつはお断りだと思われたわけではないでしょうがその女性とは特に進展することなくお別れしましたその後オリジナル版も改めて鑑賞リメイク版よりちゃんとした映画で <laughs> 目立てでしたがやはり心に残っているのはリメイク版の方です 劇場であそこまで爆笑したのは後にも先にもこの映画だけでしょうそれ以来福田監督のとんでもない三国志の映画などを見させられた時もまああの時に一生分笑わせてもらったしなと思えるようになり福田作品への異常な体制がつきました <laughs> 映画もまたどこでどんな出会い方をするのかわからないものですねどういうこともまねよかったですね <laughs> ご覧になりましたこれ見てますよどうですかういやひどい,ひどいふざけんなって思ったな <laughs> 元がねあのドリバリものが本当、無駄にかわいい、うん、ちょうど、ちょうどだから、いろ,いろんな過去をあの忘れて、なんかアーパーな感じになってた時期だったんでね、今過去のね、いろんなのがあったけど、はいはい、そこをすべて忘れて、はい、なんかすごい何か抜けたような感じで、でそれがちょうどぴったりの役でさ、いつもハッピーっていう、うん、何も覚えてないから、いつもハッピーっていうでのでよかったこれ,がこれ がかポイントがあってその彼女が記憶をなくした日、うん、記憶をなくしてあああの前日までのことは覚えてるそ,その日のことは全くその日から先のことは覚えられないその日があのなんか、ね、ちょうどスーパーボールの日かなんかだったんで、うん、だからみんな,みんなあの、えー、フットボール見てるわけだから毎日見てる、うん、で毎日その同じビデオをずっと見て 同じ日のふりをしている、うん、でしかも場所がハワイだからああ季節の変わり目がないああああなるほど。でめちゃくちゃよくできたそのこの毎日あの彼女が記憶をなくすのをあのこっちの方の周りの人間が必死でそ,のそんなことはないようなふりをずっとして守ってるっていう話なんだけどそれをするために、ま、たハ,ワイハワイだからとかっていうね でもそのハワイだからって言うんだけどその無理やりそのハワイをにしなきゃいけないって本うんで日本映画でそうそうでその長澤まさみがハワイ長澤まさみがなんかハワイでなんかいるとその山田孝之がなんかガイドかなんかで日本から遊びに来た女,女の子を送ってる。 ちょっと嫌なやつなんです。で、それがまあちょっとちょっかいを出そうと、可愛い女の子い選んでちょっかいを出そうとしたら、そういう女の子だったっていうそういう話なんですよね。今画面にその問題のいいいやつが出た。現象。最近これ何出すのこれ？これ出し方が分かんないやつ。これどうやっと出せるの本当？わからないんです。そう。と今誰が出したのこれ出したんですわからない。 <laughs> 6年前の福田映画こんなにはっきり覚えてるの怖くないですか <laughs> <laughs> 言われいいじゃねえか覚えてたって <laughs> 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 でも天蔵さんは爆笑したってこれ素晴らしいまあいいことです爆笑ポイントはあるっちゃあるのかないや俺はだから全然そのオリジナルの方全然いい映画なんだけどまあね なんかね、福田のは、ね、そのなんか本当に嫌なやつだから山田貴之が「ラブコメなのにこんな嫌な主人公でいいの?」っていう嫌なやつが一応、はい、その彼女がね純真な女の子と会ってだんだんま,とまっとうに反省してっていう話なんですけど。<ー>うん、なるほどね。<う>えー、柳田さんも福田監督とも別れたいのに。<laughs> でも,でも最近映画ないからね。あそうですか、うん。分かれてますよ。去年。分かれてる。去年ない。去年だって、ドラマかなんかしかないでしょ、たぶ <laughs> 冷却期間。<laughs> 冷却期間。距離,と距離取ってますよ、距離をう、うん。俺は彼女と福田の逆境がない見て、大喧嘩になって <laughs> ほらね、そうでしょう。やっぱよくないんですよ、間はね。デートとかにするとね。う,う,とんねうん。はい。ということでございます。っていうね、ことですね。えー、もう一応 えー、タイガーマスコさんはい,いつも楽しい配信ありがとうございます吉、えー、さん体調大丈夫ですか大丈夫です僕さん柳田さんお二人も無理なさらずた大変な時は隔週という選択もあ,る <laughs> ありますよねそう,そういうのもあるのか、えー、今回の出会いと別れですがふと頭に浮かんだのはワンちゃんによる暴力涙映画「僕のワンダフルライフ」です<お>寿命が尽きた犬のベイリーは大好きな、えー、飼い主のイーさん え過去デニス・クエイドに再び会えるまで輪廻転生を繰り返しその間さまざまな犬種に生まれ変わりながらもついにイ、e、ーさんと再会するというあらさじを説明しているだけで泣けてくる作品ですえ公開当時目が解けるかと思うくらい泣きましたあまりに泣けるので1回しか見ていませんがえ涙を流してストレス解消する「累活」にはおすすめです 泣けそうだな。これ見ようと思って、忘れてた。絶対見ようと思ってたんだよな。なんで、なんで、あ、持ってる。貸して。しかも、これ開けてない。え、なんで、なんで、開けてない。いいですか、これ。なんで、今やるの?。いや、ワンダフルジャーニー。続編がある。続編があるの。ね。いいですか。僕のワンダフルライフで、僕も目が解けるまでないそうなんだ。 だ,だけどやっぱりその目がとくっとけるまで見て泣いて見てねやっぱ見返してないんですよ泣くから。<か>でこの続編「僕のワンダフルジャーニー」に至っては、うん。 あの劇場行ってないんですよ。泣 <laughs> から。<laughs> そうで一応買ったんだけど開けてないです。泣中から。これ<あ>。これ,これも U-NEXT や Netflix どこにでもあるね。うん、見ますよ。見ます。見すようと思えば見れます。いずれでも見られますけど、うん、目が溶けますよ。目が溶けるの。これ未公開シーンがあるよ。これ。うん、え、あじゃあ見るか <laughs> <laughs> 未か。未公開。未公開。未公開シーン。原作者が望むこと。なんだそれ。

デトックスデトックス<ん>ということでございます <laughs> そして、えー、ペンネームなしさん、はいこ,えー、この春移動により6年間いた職場を、えー、退任し新しい職場に移る時期になった時 <laughs> ハートブレイクリッジ勝利の戦場を思い出したので約35年ぶりに見返してみました 公開当時はまだ高校生だったんでアクションスターイーストウッドの戦争映画の割に地味だなという印象でしたけれども50代になった今見ると勝利ゼロ挑戦、えー、で引き分けベトナムで負けたやつとして011と上司から揶揄され退役も近いし行く場所もないイーストウッドが入隊した時の気持ちで終わりにしたいと海兵隊に戻る気持ちが素直に染みました。 落ちこぼれの若者たちを鍛える様も楽しく、えー、グラナダ侵攻作戦で奪還した丘で勝利の葉巻を食い出す姿からの空港で家族に出迎えられる部下たちの間を寂しく歩き去ろうとするイーストウッドからのラストのロングショット、えー、古い生き方を捨て新しい生活を歩むその姿に涙が止まりませんでした、えー、この映画と別れてから再会した春この先、えー、自分は0 1 1一を飾られるのか え不安を覚えますがブラックホールを見ることを励みに新生活に臨みます皆さんも季節の変わり目なので、えー、ご自愛くださいということでございますけどねもうこれ0111じゃなくて111になるっていうのは一生いっぱい一引き上けたい,はい,はい、はい、っていこと言うんだよね、ええ、グラナで,でそれグラナで勝ちにしていいのかよとか思ったけどね,ねえええ、うんうんまあ、映画良かったですけど映画が良か,かっただけに<や>、うん、それで勝ちいいのお前の人生それでってちょっと。 でもこれ僕も本当大昔に見て以来です見たきりであれですけど当時やっぱりそのやっぱりその若い時は先生がとか派手な方がいいと思ってるからなんか地味だなと思ったの確かに同じ感想だなと思って見返してみます今度あとブレックリッジね,ねこれはですから割とこうイーストウッドもずっとやっててある程度まあなんていうの低迷期ってわけじゃないですけどまあなんか「ダーティーファイター燃えよ鉄拳」とか、うん。はい、はい あの、そういうね、ピンクキャデラックとか、ねうん。はい、はい、はい。しょうもな映画か。かとコメディっぽいのをやったりとかするわけですかね、うん、そう、そう。で、大体、あの、自分のところ、マルパソプロの業者監督。うん。<laughs> あの、ジェームズファーゴとか、はいはい、バディバンホーンとか。はい、他で一個も名前聞かない人。あ、所長さんもスパチャありがとうございます。監督させてね。で、なんか、ほら。あの、スカ、スカヘのような映画ばっか作ってたけど。<laughs> ハートブレイクリッジは。 イーストウッドがオン自ら監督をしたんじゃなかったりした。そうですそうです。そうそうですね。うん、だからうなかなかこうこれはお調子良さそうじゃんと思った気はしましたね。はい。はい、そんな感じですよ。ね。はい。さらにだ。<お>はい。出ました。あ、イーストウッド。イーストウッド流れが来た、はい。で、あのこれさ、はい、えっと <laughs> 一応そのね映画の中身っていう以上。 じゃなんかその映画での出会いと別れの話をし,しようっていう、まあ、そういう話だったんでそれでセンチメートルアドベンチャーなんですけど俺はあんまりそのさっきも言ったけど人と一緒に映画を見に行くことがあんまりない人間なんで映画館は孤独なんで、はいあのー、あんまりそういう記憶がないんでこれたまたまその、えー、と友達ができた映画あ<ー>映画のせいで友達ができたっていう話なんですけど。 センチメーターとこれはねえっと八十六年とかそのぐらいだと思うんですけど五年か六年かあのえっとあの三鷹とかつてのえっとですね今は亡き三鷹文化っていう三鷹オスカーではなくオスカー三鷹文化っていうもう一個メーカ座があったんですよ三鷹にでそこでえっとイーストウッド三本立て があっておおでセンチメータル例えば合ったはずなんでねとまあそれこそペールライダーとかともそのぐらい,はい、はい、そこら辺の頃だから、はい、ペールライダーとなんか三本立てっていうのがあって、うん、でそれを見にたまたま見に行ってた時になんかその同級生と会ったんだよ、はい、で同級生っていうかあの同級生なんだけど授業では会ったことない、うん、でたまたまそことあとその後三元ジャの三元ジャイ 中えげ劇だったかな。三軒茶も三つぐらい、銘柄あったでしょ三軒茶屋の銘柄でも。やっぱりなんか、なんかのさんもたちであって。うん、あの、であ、お前、あの。同級生だよね。うん、その、えっと、同級生で、建築家の、東大建築家の入って。うん、最初のオリエンテーションみたいなところで、まあ、自己紹介とか、みんなして、うん、で、えー。 そこで顔覚それで俺も行ってない授業行ってないしそいつも授業来ないんで学校では一度も会ってないんでなんだけどたまたま映画館で2回あってほんで友達でそれが大木博之っていう今インディペンデント映画作家として世界的に活躍してるのかなよくわかんないんですけど活躍してる人がいるんですけど。 そとたまたまそこで出会って友達になったっていういまだに付き合いがついてますよ40年間ん。映画館でね映画館で大学では会ったことがない大学では会ったことがないでもちゃんと卒業しましたから大丈夫大したもんですそうそうですね映画館ねあのああ映画館でまあなかなか映画館で会うことだってもうああそうまで よくそれで分かったなとお互い思いますけどね。確かに、ねうん。そんなあ向こうも俺のことはなんかちょっと変だから気にな,気になってたらしいというね。えー、そうなんですよ。あ,<れ>あでもインスタだと三本立てね。うん、あのえっとあそうやね山形で山形でわけわかんないこと言ってる人る、ねねはいた、はい、でしょ、ね。<laughs> そうなんです。よ、うん、あいつあいつです。 今からずっとあのフラフラとね日本中フラフラして今は多分青森あたりで映画を撮ってると思うんですけどすごい人だよく分かんないそういう人です山形動画を皆さんまた見てくれいそうですそうですはいそしてもう一丁出たラストムービーああ大好きこれねデリス・オッパーさんねこれはあの この時ですねこれは日本公開が、うん、えっといつ,だいつだっけ2000何年とかかな<笑><笑>あいやえっ、ー、とごめんえっ、ー、とねも,う違うもっと前です1991年とかですかね91年とかそのぐらいだと思うんですけどあのこれなんでかっていうとこれあのデニス・ホッパー映画祭っていうのを当時やったじゃないです,ネギですそうそうそうで,、ねうん、でそのそれをデニス・ホッパー映画祭っていうのをや,りやるんでっていうのをがあのー 川勝正行さんが「んがあ宝島」に書いててなんか何でもこうボランティア募集ですみたいな感じのあ<は>まあそんな記事書いてたんですよ。うんうん、あれ本当にテメンとでやってたからさ。はい、でそれ見て多分それ見てはがき送ったかなんかしたんですよ。そ、うん、したら電話があってさ「川勝です」って言って。 あの話をしててて翻訳やってるっるいう、まあ、もうすでにあの、ね、えとバローズの翻訳とか出してた頃、ねはい、だったんで、うん、っていう話をしてたら「翻訳やってますよやってるんです」って言って「えっ?」っていうか言って「あ持ってますよ」とか言ってバローズのおかまをねあのペオトル広報から出て持ってますよ」と電話になってそれで「まあ、あのじゃあ何かやります」って言って、まあ、字幕作ったりとかしたんですけど、うん、あの手伝いで。まあ、とかそれ がだからまあカカさんとカカさんとの出会い,出会いああなるほどそうだったそうええーまあ、いい話だなよそまあそこで川勝さんと出会ってあのえっ、ー、と松山とも出会ってたああま松山はそう、まあ、その前にで俺が高島入ることになったところで会ってるわけなんだけど,ど、ね、まあ結構そこお出会いできた友達はまあデニソップあとはそのほど友達にならなかったですけどあの結構友達いっぱいできてよかったで楽しかったですね。 やっぱりも何でもそうやってあの結局やっぱそれもだから行動があったからでままあまあ、まあ,なんか、ね、あの割とそうやって飛び込んでみるとなんかあったりしますよね意外とね90年代頭頃ってその頃がやっぱデ,デニス・ホッパーが熱かったですよね激熱の頃だって僕はあのデニス・ホッパー電気あの白夜から出てたのかなあー持ってたよ、うん、読んだ読んだすげえ分厚いやつはい、はい、あのただほぼ全編なんかあの 割れて仕事がないとかはいはいなんかクビになったとか空港にそのねえ顧客員の金が払えなくて、うん、空港にヤクザが呼び出されて行ったらで殺される予定だったんですよ行ったらヤクザの親分が その気の毒な人は返してやれっていうぐらいボロボロだったっていうあのいい話が載ってる本家が火事になった時枕だけ持って出たとかいろいろひどいんでね。あったあったあったあ,ったあと夜,夜中に壁に向かって銃を乱射するんで近所の人が嫌がったとか。爆笑迷惑エピソード満載で。てんこ盛りで。あれすごい、あいいちょっとだけ。うん、あ,あれが俺すごい良かったのかな。あれでだってなんか一日ね、午前中だけでなんか人火を動くか一本もんじゃうんですよ。<laughs> で,で自分はだからそ,のそれを冷ますためにコカインやってただけだから。うん

まあちょうど,どかその映画祭でラストムービー、ラストムービーは別で、ヘラルドかなかどっかがやることになってたんで、それでちょうどじゃあ映画祭をやろうってことになったんですよね。だから、あれは買い付けたのヘラルドだったんですけどま、あまあちょうどそれ、そのちょ,ちょっと前に、4年前ぐらいにブルーベルベットやってて、のタイミングですよね。確かに。勝利への 旅立ち、チョウリの旅立ち、うん、ね、ロバート・デュヴァルがですやつねそうそう、あれよあれ良かった。あれなんだっけ、あのデニス・ホッパー監督作品『ホットスポット』っていうのは、あれ再公開？ するの？んじゃなかったっタイトル変わったんだよね。なんだっけ、あれでしょ？なんだっけ、だいぶあのだってあれアラスミ氏になっちゃってたやつでしょ？そうそうそう。その後その後。その後。えっとその後撮ったやつジョディホスターと共演したのはそうなったんですよ。あれだ。えっとジェニファー。ジェニファーコネリーとバージニアマドセン。あそうだバージニアマドセン。それドンジョンソン。そうそうそう。えね。いろいろ繋がっていきますけどね。ホットスポットシネマートでやるんだ。 やるやるやる皆さん行きましょうね行きましょう久しぶりに見よう行きましょうねぜひご覧なさいはいハートにをつけてっていうのはその後のやつねそうそうでバックトラックだそうだうのがえだそう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 そうだそうだすいませんそうでしたはいいやいいですねいいですねデニス・ホッパー今でも熱い熱いねいいですょはいさらにこれ何ですかこれは セムシ男5と戦、はい、戦慄のが違うなあしうしう戦の蘇生実験っていうです、ね、これはスペインの、ねはいえー、ポールナッシー・ナッシーの、えー、と主演作後ろにいるのがね後ろにセムシー男闇の影になってますけどこれポールナッシーですね多分ねシーはこのころですねこのこ頃っていうかこのあるんですけどチラシが こ2003年、これ、これ、あの、うけ、ん、無理だな。持ってまいよ、はいはい。このねよいしょ、えーと、ユーロトラッシュ不法集会というのをやってたんですよ。ねはい、やってたっていうか、まあ、俺がやったわけじゃない、トラッシュマウンテンビデオっていうのを当時あって、そこのくずやまくんとか、はい

知ってたともうすでにしてたと思うんですけど、まあ、そこら辺であったりとかしてるのもあったんですけどまあその演じずねあのくったらない映画上映して <laughs> ですげえもう大爆笑で笑,笑いまくって、はい、でまあ毎日打ち上げ行ってさすげえ楽しかったんですよ。の本当にそこら辺の,あの、まあ、山,山崎さんとかも,とかもそうだし、うん、あ中原君とかね、うん、まあみんなそこら辺と友達に になってすごい楽しい思い出しかない。あいいですね。まあ全て犯罪ですけどね。いいね。版だしね、上映はね。ああ、そうか。2003年。へえ、でも、いろいろ。その時は、もう20年前か、これがね。まあ、フェノミーナーとかね。あ、でもジェス・フランコとか。 その中で,でもこの「専務所とか「オト」は多分、えっと、ビデオも日本でビデオって昔出てたのかな分かんない今はタイトルが「ヘルショック」になってるらしい出てんだってんかマジかおお素晴らしいヘルショックめちゃくちゃ面白いんで俺ねあのこれほんと傑作なのよ傑作な,の、うん、なんかね縦の構図で手前でその あ薄物まとったこの女性が寝てて、うんはい、ヌードかもしれない、ヌードはい、寝てて奥、奥で、そのセムショウ男となんかが,が戦ってるみたいな、ずっと手前でその、エロいお,お姉さんが寝てる、後ろでずっと戦ってるっていう、すごい画,すごい画面だな、これはとなるほど、ね、いう、ね、映画なんで。うん みたいもしろい。映画もおもしろい。ヘルショック。ヘルショック。なんで。ヘルショック。ヘルショックのほが悪いじゃんっていうなんか。わかんないよね。ヘルショック。あった。まあでも映画を。これか、ヘルショック戦律の測定実験、ありますね。出品を見る。 2,800円はそうか新品でも3,000円だったらまあまあ悪くないですねええみんな買って読んでみてくださいぜひ。確かにでもこのジャケもまさにそういう状態みたいな絵だしへえそうなっちゃうねでも映画を通じて人と出会うということ結構ありますねそう考えるとねそうそうまあやっぱり一緒に上映会とかやっぱり楽しいからそういうのやると仲良くなるよね確かにね確かにね の上映会やりまずセミシーゴ5とヘルショックヘルショックヘルショックまあ映画は一人で行くにせよそうそう上映会はまた別に上映会やろう上映会をということでございますはいというところで出会いと別れ映画3つ教えていただきましたけどはい7代目ジェームズ・ボンド内定済みさんです はい、別れを描いた映画について自分が未だにいろんなことを考えさせられているのはハリリーーポッターシリーズですー自分は映画シリーズの後半から劇場で追い始めたリアルタイム世代であり後追いで原作小説も夢中になって読みましたこれだけ没入した作品でありながら自分は幼い頃からこのシリーズに対して大きな不満を抱き続けていますそれはキャラクターとの別れイコール死に方が雑 <laughs> という点ですこのシリーズの魅力は尺の長い小説だからこそ可能な登場人物のパーソナリティの多面的な書き込みそして行ってみたいと思わせる綿密な世界観の構築にもかかわらず終盤に入って話全体が暗くなっていくのに従ってそんな魅力的な世界観の構築に寄与していたキャラクターたちがどんどん在庫処理のように死んでいく様が非常に不満でした。うん これは映画版だけの問題ではなく、えー、諸説版でも映画よりは退場の支え方が丁寧ではあるものの、明らかに殺す必要のののないい人物ままでで死んんくのが目立つのは変わりませもともとほのぼのした、えー、雰囲気を持っていた作品がこのような変遷をたどったのは、主人公たちの成長に従って、現実世界の過酷さ、激化する戦争の悲惨さを描くためではないか。 また作者の J.K. ローリングがえ当時陥っていたといううつ的な心理的状態が影響しているのではないか等の議論がいろいろあるのですしかしそれでもえ物語の要請を超えてキャラクターを一人殺せば深刻さが出せるというえ作者側の打算のようなものを感じてしまう側面が多々見られるのですえ吉木さんが前におっしゃってた暗ければ偉いという考えは幻想だという言葉に通じるところかもしれません 例えば、最終巻のホグワーツを舞台にした最終決戦の場面では、ドラマチックな戦いの中で、キャラクター同士の死別を描き出すのではなく、休戦中の野戦病棟の色を担った大広間に暗記されている遺体をハリーが見ながら、あいつも死んだ、こいつも死んだ、ああの人も、<laughs> といった感じで、どんどんキルカウントが増加していきます中には割と重要なキャラもいるのに、死ぬ場面すらか描かないというのはどうなんでしょうか。 子どもの頃は単に暗い雰囲気が嫌いだから自分は不満なんだと自己分析していましたしかし同時期にはまっていた「スター・ウォーズ指輪物語」もそれなりに死者が出る描写はありますが悲しみはあれど物語の構造自体にここまで強い不満を感じることはありませんでしたあれから10年以上経った今の自分の視点で、えー、原因を分析してみたのですが いろんな人物があの魔法界の中に生きて生活を送っているという側面が、えー、作品を支えていたのに、うん、雑に退場する人物が増えれば増えるほど、えー、世界観が矮小化し 自分が愛していいたたた世界をながににされたようう感じたというのの現時点でで結論ですうん、うん、非常に強い思い入れがありながらいまだに解消されないモヤモヤを感じているという意味で「ハリー・ポッター」は自分にとって非常に特殊な作品ですし、えー、これをきっかけに子供ながらなぜ自分はこの描写が不満なのかと、えー、たくさん考えたことは現在の創作物の鑑賞の仕方に、えー、大きな影響を与えてくれました。 前置きだったのこれ <laughs> え皆さんは映画やフランチャイズにおけるキャラクターの死についてどのようにお考えでしょうか、うん、またぜひ一度「ハリー・ポッター」とは何だったのか特集をやってほしいです柳下さんもぜひ1ページずつ飛ばさずに読んでください <laughs> 1ページ飛ばして読んだっていうねすごいですね,ねハリー・ポッターで一応映画全部見ましたけどねほ<あ>、うん,んす,すご全部マラソンやったんですよ、うん、であのー 結構ね、後半結構厳しいですよ、本当に、実際、<laughs> で、その暗いとか、人が死ぬとかいうことも含め。だし、うんうん、あと、やっぱり、なんか、なんか、そのマルフォイとかね、はい,はい、いるじゃないですか。あ彼とか、はだから、その後で、なんか、いいところ見せるシーンがあるんだと思って、俺、ずっと待ってたんですよ。なしか、みたいな。あ、そうなのそう、ないんですよ。<ら>ないっていうか、そのね、なんか、悪い方で、ママ、おちゃんああああ。あ、そうなの。あ、ああいうやつ。こ こそ、うん、こうなんかハリーポハリーのために身を捧げて最後配信して死んでいくみたい,いや,それ,いやそれ欲しいじゃないですかな、うんまあそれがないんですよね <laughs> それであれと思ったりとか、うん、その今のキャラクターのシーってことで言えばまああのあんまりそんな話はするとまた話はずれますからしませんけど本当にねあの大事にして大事にしてきたキャラクターをポイ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 ,ポイ殺すことが最近いろ,いろいろいろんなところではびこっておりまして非常によろしくないと思ってます、うん、だってイベント物語だってはっきり言ってまあ、大事な、うん キャラクターで死ぬのってボロミアとゴクリだけでしょ。うん、基本、うん、だけですよね。だからそのそうじゃない。旅の仲間は基本的にみんな死なないでしょ。うん、と戻る、ね、戻りますよ。で、それだって、そのスタ,スターウォーズもね。旧三部作とかだって。あのメインどころは誰も死なないじゃないですか。うん、だかそういうもんなんですよ。やっぱりね。うん、そういうことであってほしいで、そういうそういう,そういうキャラクターがそういう風に愛されてきてるっていうことはあるんでだって。そこで指物語。 指の語り第2章とか言ってなんか全員端からバタバタ死ぬ話が取られたら <laughs> みんな発狂すると思いますよそれはねいくらなんでも。うん、っていうことがあるんでやっぱ「ハリー・ポッター」はそういうとこはやっぱちょっと目につく形で出てるんじゃないのかなっていう気がしますけどね。何かこうのなんか戦争の悲惨さを描くとかためってことでもない感じ まあ、だから、そう、そう言われれば、まあ、そうなんですかって思うけど。でもな、感じですよね。パシフィックリムでマコを退場させたのは許されない。あの、第二部ね。第二部。ねマコ、マコ、岩松じゃない方が。死なん。しのぶ。リンコが。リンコが。ワイスピナルよみるよって、うん。それもどうかと思うな。 実は生きていた問題もあとまあ最近だとそのマルチバース問題もあるでしょはい、はい、あっちのあいつは生きているみたいな、うん、あでそんなこと言われてもねでもほら <laughs> あとだからそのやっぱりその亡くなるところに向けてのさ、うん、なんかこうこっちのなんていうのこう納得の左制度だよね結局ねでもねああ確かにねアメ込みだとさその冷蔵庫の女問題はいはい,はい、はい <laughs> 要はその物語上の都合だけで殺されちゃうはい、はい。いうかね、誰かが成長するためみたいな。確、うん、かにね。場所に言われていることであったりするんだけど、うん。確かにね。モンスターバースでサリー・ホーキンスが死んでしまったのは納得いかない。そうなの？え、そうなそれはいかん、ね。オジラキングオブモンスターズの時にああ確か南極で転んで死んじゃったはずです。へ<ー> <laughs> 転んで死ぬってなんか確かそういうレベルで <laughs> あっあっって言うと死んじゃった。<laughs> 何なんだろうちょっといろんなこと考えちゃいますよねっていうまあねあとね「スター・ウォーズ」の場合はねでもあの「ジェダイ」だったら死んでもまた出てこれるんだけどそうじゃない人の場合は困るとかいろいろあるんですよ問題はまあね確かにねそうなのよだってねあれルークは死んじゃったでしょルーク死にましたあのあ死んだ後出てきましたっけ出てきてないよ出てきてない声はしたのかもしれないけど出てきてないと思うああそうかうん あの霊体ででしょ霊体で出てきたわかんない覚えてない覚えてないんだあの九九本目のことは何も覚えてない,んい宇宙にいっぱい船がいったことしか覚えてない<ー> <laughs> だってなんか変なルークの家みたいなのあったでしょあったなんかジェダイのなんかこう立派な本が 雑に置いてあった。一番最後に出たの、レタ出たかね。レタ出た。レタ出たあ、一番最後出てくる。そうか、あれレのあの見えただけじゃなくて、サバ君のとこだよね。あの霊風のとこね。ああ。あれ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 出たこと何度か。霊が霊を見てた。霊が霊を見てるとこね。そうあれなんでなんであのあそこにいるんだよって思ったんだよな。あつずっと付きついてるのかね。後ろつきまとってる。でまあその辺はよく分かってない。逆に肉竜なくない？ないし。ルークがそうなんですよね。 最後に言いましたね確かにね最後に微笑んでっただけどまあそうなんですよまあでもいいでしょそれはねとりあえずあとほらチューバッカの死ぬ死ぬ詐欺ってのもありましたよねそうで X ウィングをね浮かしたのがそうかそうかそうか霊体でエックスウィングを浮かしていたとこでいつそうかそうか九だね九で何にも覚えてないわすごいな全然覚えてないなぁ だって八の最後で死ぬからさ、九じゃないと霊体になる。まあ、そうですよね。確かにね。そうだよな。まさかね。っていうことです。だから、まあ、キャラクターの死。キャラクターの死はね、難しいですよね。でもね。難しい。本当難しい。ええ、その。要は必然性のない死に方は嫌だっていう話なんだけど。まあ、じゃあ、必然性って何よって言われると。別に定式化できるわけじゃないんで。見ててね。まあ、死ぬ、死ぬ、死ぬ詐欺はやめてくれよと。 でも僕例えば超好きなキャラクターなんですけど、うん、やっぱブレッドを殺したた間違いいだっななとは思わないわけですよ <laughs> まああれは後とまで結局引っ張りますもんね。でその,そのことの影響もでかいしマイケルはずーっとっ、ね、それでねうんそうなるよくして死んだっていうことも確実にあるしね、うん、だからそういうやっぱ納得度合いじゃないのかな。 誰だろう、あの、死んで、死んで、こう、でも、キャラクター、映画の、なんか、架空の登場人物が死んで、がン登場人物、映画の中でも、見てる、こっちも、がンって、そんなに、あるかな。あるよ。何、誰。あ、あるっていうか、そ、うん、違って、ごめん、今のは、今あるよっつったけど。死に方にびっくりしてるだけだった。そんなあるよ。死に方にびっくりてることはいっぱいある。ある、はあ,あってね。あれも、人もね、死んで。 びっくりすることまあ多分だからそうねベンおじさんの死も随分なんか薄まっちゃったしなベンおじさんは死ぬもんだからベンおじ死ぬもんだから最近じゃあベンおじさんが死ぬとか飛ばされますからねあそうねそうね死んでびっくりするキャラクターねあでもほらだけどメリン神父とかびっくりするじゃんあ死んじゃったと思ってさそうそうだからメリン神父もだからジョーズの船長とかかなりしだからクイントとかも割とあっさり死んじゃうでしょそうね で割とこうあの気が付いたら死んでたぐらいじゃないですか、はい、メイリープルだってあっ死んでるみたいな死んでるって感じでねまあでもそれは演出の問題でさ、うん、特に最近その,あのクライマックス引き延ばそうとして<ー>その死ぬ場面とかを思い入れたっぷりに撮ったりする<ー>するじゃんなそうそう,そう <laughs> 言い残したりとかもして <laughs> あ最後の。<laughs> あそこまでやられるとさみたいな感じはあるよね。でパでそのパッとパッと死んじゃうから逆に跡が残るみたいな。はいはい。そうかもしれない。ねそれやっぱり死んだと思ったらいや死ぬかと思ったち出てきた方がいいですよね。ハドソンホークね。ハドソンホークかあれもそうじゃないなんだっけビッグヒット。ビッグヒットね。でも確かにハドソンホークどなたかもチャットに書いていただいてましたけど、あ死ぬかと思ったって死んだと思ったらいいひだって言ってあの時はみんな。 世界中がカンカンなったわけでしょ。なんかね。非評価筋とかも。ね、俺、俺は今日超笑ったけどな。こんなあれ、ね、怒るとこじゃないと思う、ね俺。俺は俺はあのカトソンクってめちゃくちゃ好きなんだけど。大、ね、好きなんですよ。なんでそんなにみんな嫌ってんのがよくわからない。ね。 あれだってほらあの最後の聖戦でさインディがさ戦車と一緒に落ちちゃったと思ったら生きてたのと同じじゃん。同じだしなんであっちが OK でこっち怒られるのかよくわかんないよね。大体ハドソンホークが死ぬかと思ったら実際生きてたってそんな怒るんだったらなんか「ワイルドスピード」なんか見たら噴死する五 <laughs> 回噴死しますって。と、ね、いうことですよううですね。ねうん、まあやっぱりそのまあ物によりけりと。ということですね。はい、何の結論でもないね。うんうん キングスマンはどの作品も好きなキャラが死ぬからマシュー・ボーンは本当に人の心がない。マシュー・ボーン問題。マシュー・ボーン問題。マシュー・ボーン問題ね。確かにちょっと人の心がないのかもしれない。なんかね、びっくりするんだろって。なんかね、それは見えちゃうとね、うん、っていうのはあるな。それびっくりするけどさ、みたいなね。ことはあるな、確かに。確かにね。ということですよ。はい。えー、ということでございます。 おこれでもうお便り最後なっちゃった<お>、はいえー、今日も喉が痛いさんですあかわいそうなお題、はい今回のお題出会いと別れの映画なかなか難しくて悩んでいたんですがいや映画ってい大概出会って別れるんじゃねと気づき何でもいいような気がしてきたので <laughs> ババアと出会ってこの世からお別れするスペルが今でも心に残っている <laughs> <laughs>、えー、いい映画ですよねババアと出会いババアの期待に沿えなくて喧嘩もしたけれど ボタンも引きちぎられたけれど髪の毛も抜かれたけどもババアの言う通りもう,もう一度ババアに会いたい再会はババアのお葬式死んでもババアはディープビチャビチャキスでお出迎えこれが最後だと思ったけれどやっぱりババアに会いに行く。 墓を掘り起こして再再開ババアに送るこのボタン間違え気づいて線路転落この世との別れドラッグ・ミート・ヘルねドイイツですか新しいタイプの確かにまあそういう映画でしたそういう映画でした傑作だよね傑作でしたね、うん、この世と別れるこの世とも別れたしね,、うん、ねババアと出会ってこの世と別れると、うん このやつの別れっていうのも一つの別れのジャンルではありますよね、確かにねグルルワールドみたいなそれはだけどほら、だけどほら、あ,のあれとかさ、なんだっけ、えっと、パラダイムとか、あ<ー>ロブゾンビのロ,ロード・オブ・セーラムとか、<ー>やっぱりその1枚超えて向こう側の世界に行ってしまうっていうのがあああの切なくていいなって思うときあるね確かに、ねうん、もう越境してしまうっていうね、戻ってこれない、絶対、多分、うん そういうあのなんていうのカナタに行く感じだからビヨンドのエンディングみたいなあいいですねフルチのああいいですね名前の本当好きなんだよしかもそのなんかカナタへの入り口が結構あの裏庭とか近くにあったみたいなあの近さがいいあそうそうそういうのがいいね僕はっていうのがねうんいいですね角曲がったらもうそこだねそうそこそうそういうのいいよねうん確かにそういうお別れもありますね別れもありますうん。 そうでまあこの春の出会いと別れ特集でーすなんて言ったら割とあ,のあちこちで「あのえまさかブラックホールはもうこれでお別れなのか」と心配をなすった方も <laughs> いらしたようであのお探せしましたあの全然そういうわけではございません、はい、<laughs> たまにはこういう世間話的な配信をしてもいいのではないかというもうちょっとねあのお,お便り的には映画そのものよりも,もう、はい、映画にまつわるあの とエピソードとかデートに行った話とかそういうのが来るかなと思ってたんですけど意外といやそういうのもあったんですよ例えば「フォーエバー4.20」さんはいあのアメリカでヒーコラ言いながら映画の勉強されてると「忘れられないあの人」スラッシュ人生相談メールですって去年の7月頃から一緒に出かけたり夜に電話したりする友達以上恋人も今の女性がいました。 彼女はかなり信仰深いクリスチャンであなたのために祈るとか聖書に書いてあることは全部実際の出来事だとか、えー、言われて時々反応に困ることはあったものの彼女と過ごす時間が好きでした、はい、僕は、えー、消極的無神論者ですが <laughs> 一応聖書を読んだことがあります、えー、その子と初めて一緒に、えー、見に行った映画がミッションインポッシブル・デッド・レコーニングパート1でした何、えー、ミッションってついてるからかな、えー、<laughs> いやいやいや、えー、<laughs> 映画が終わったぞ <laughs>、うん 見せ場を2のために温存しすぎであまり面白くなかっただの長いだの言って感想を言い合ったのはいい思い出ですしかしつい先日彼氏ができたと言われてしまいましたそしてその時僕は彼女のことが好きだったのと気づいてしまい昇進中ですしかもクリスチャン向けのデートアプリで出会ったと聞かされ教会を燃やしてやろうかと思いましたクリスチャンミングルみたいですなそんなことしなきゃいいのになぜ僕じゃダメだったのか彼女に聞いたら 真やばい。と言われ「コリントの神道への手紙13章4節をメッセージで送りつけられました、はい、納得がいきません友人たちからはさっさと忘れて次の子を見つけろと言われるんですが、うん、まだ彼女のことが好きで好きでたまりません僕は一体どうしたらいいんでしょうか?うん」ほら映画にまつわる出会いと別れのおたよりですよ、うん、そして人生相談つき」はい「ま、彼女のことがまだ好きでたまらない、うん」うん 映画見るしかない。いい子いると思うんだよな、ほかに。ちょっとその子はね、別に悪くはない、いい子なんでしょう、いい子なんでしょうけど、まあちょっと、信仰がそこまであれるとね、なかなか合わないと思います。クリスチャン向けのデータアプリっていうのはあるんですクリスチャンミングルじゃないのあ、そんなあるあります、あります。やばいしかも真実の愛とは信仰から発生するものなの。いやいや、それはそわれちゃうは発生するのね、じゃあ。 いや派生生するのかそれで言うところの多分真実の愛っていうのはキリストへの愛なんでおそらく一番のやつはねあ<ー>、うん、一番はキリスト様でじゃになっちゃうんです、ね、自分はどいやいやいや <laughs> どこまでいってもナンバー2だっていうことですけどそしたらもうあれですよね「うん、なんか真実の愛とは信仰から発生するものなの」どりゃ!」って言い切られたら、うん、こっちはあれだ先週。 あの覚えたなんだっけ未来のいいところはまだ何も分かっていないところよそれだなマダム・ウェブ・ロンポというか小泉彦対抗戦しかでもさあのほらあの人間はさ人間はっていうかさ、普通に失恋っていうのはさあの別にしょっちゅうあることだからあるあるしょっちゅうあることだなって思っとけばいいんじゃないのまあ確かにやっぱりその でそのなんだろうほらだってさ どっちかってうとそれもう見下り判だと思うわけ言われ方がまあね、やっぱそうね。でだからそそそんなねじゃあ上等だよ畜生みたいな。まあそういうことです気持ちでやっていけいいんじゃないの？知らねえバカみたいな。そうそう。そうそう。180度転換ですよ。それは。そうそう。わい転じて福となすなやつなんだっけ？わざわい転じてってなんだかよくわかんない。今の敵は今日の友じゃない。その逆？じゃ知らねえおめえのことなんですか？知らねえもういいよもういいわかったはい終わりみたいなね。それでいいんじゃないの？ そそうう。昨日は昨日までお前のこと一番好きだったけどな今日からお前のことが一番嫌いだそこまで頑張るとそれは好きと一緒だからあのまあご縁がなかったということでっていうぐらいがいいのよなそうやってドライに片付けられればまあ今今辛いんで今は時期だ時期なんで映画でも見に行きましょう映画見に行ったりねうまいもの食ったり友達とね楽しく遊んだりするといいと思います暗い暗い映画を見に行くといいよなまたまたダムウェブマダムウェブマダムウ行くのか まだやってんすかねアメリカで <laughs> ああも,うもう終わってんのっていうことですよ本当にねだからその,そのだってさこれさその,、うん、その性質のことがさ、はい、話の本質じゃないから多分ないないあんまりね、うん、だからまあむむダメだったこういうの話こういう話とか言って。うん まあ、そういうものだっていう片付け方をできるようにが、するのが一番気が楽でいいと思いますよ、本当に。もうね。だって、そうじゃないとさ、なんかさ、あの、なん、その、向こうのその宗教の話に乗っかんないと、なんかな。話に、さ、お家がつかないみたいになっちゃっても、よくないから。とか、ね、全然関係ない、くて、単になんか、あの、だめって言われたと思っておけばいいと思います。確かに。うん、なんか、こう、ラーメンの好みが合わなかったぐらい。のことだと思っておけば、いいのかもしれないし。そう,そう,そう,うん。うん、いいと思うよ。ね。うん。ただ。ただ。 これはこれで僕人の心がないのかもしれないって時々思うことあるんですけどその振られて悔しいみたいなことに関してね <laughs>、うん、確かに悔しい悔しいですよ多分、えー、私の場合<ー>悲しいとてじゃなくて、うん、それこそさっきの話、うん、あいつ許せねえないみたいなとか思っちゃって、うん、ふと思うと「待てよ」とか思ってなんかこう悔しいっていうことは、うん 自分のことじゃねって思うわけですははい、はいそのこっちを「えな何あいつほらだから会社クビになったとかするのと一緒、うん、うんクビになっちゃったらどうしよう悲しいってんじゃなくて、うん、クビにしようがって許せねえあの会社何もかかってねえなみたいな、うん、あるじゃないですか、うんうん、だとするとあいつは何でもいいのではないかって気がして。なんて極論だでもね会社もクビになるのとだいぶ違うじゃん <laughs> 人と別れるのはさ。 まあ人格的な問題だからね。全然違うと思うんだよ。それに近いものだって。だって会社とはさそういう関係は一切結んでないんだからさ。まあな。そうだな。まあいたいのことはもう縁がなかった。ということで。ということでって言って片付けるみたな。ちゃんちゃんとか言って。さよならだけが人生だすごい結論になってきました今でもそれがねさよならがあればねまた新しい出会いもありますから。そうそうそう。本当よ。 すごい可愛い仏教徒の女の子が寄ってくるかもしれないし分かんないなこのねそうですよまたはよく分からないミッドサマーみたいな子が寄ってくるかもしれないぜいうことですからねでもね絶対ねいいことがありますよあるあるそうそうあるあるそうそうまあなんかきっとねいい子がいますよいなくっても一人で映画に行くそうそう 映画は本当一人で行きますよ。全然無問題。一人で行くる。なんかなんでしょうねあれね。ま全然そこに同意できない結構そうじゃない時が多いね。一人に行くことももちろん会えますよ。あっここは割とあの一人でって何も食べない派なんです。 なんか二人で、ポップコーンとか。なんかちょっとね。全然違う。そこに何かが現れているかもしれない、気がする。っていうことでございます。はい。そんなわけでございまして、ゆるゆると今日はお送りしましたけれどもね。はい。そろそろ。はい。お別れの時間が。近づいて、近づいてまいりました。まいったようでございますよ。 お知らせはこちらです、はい。冒頭にもお伝えしましたが、DVD& 動画配信データは絶賛発売中です。よろしくお願いしますレレ、はい。ブラックホールコーナーもございます。勝手にということでございます。それから、えー、おまけコーナーはお休みです。はい。仕方がないので踊ってごまかしております。よいよい。はいえー、というわけで、えー、来週です。あ来週が先か あわ出た来週は出たよワンダフルライフが来るよまさかこの伏線だったじあワンダフルライフとかもダメだやっぱり伏線ですよこれはええドッグマンリュック・ベッソン最新作にこつけて犬映画ワンダフル楽しいワン来週はねちょっと意外な犬映画の話も出ます出るぜ出るぜワンワンはいワンワン出ますよあと今日もドッグスターマンそれはなかなか難しいドッグスターマンかあの あのえっ、ー、とねなんだっけあと今日もた,たくさんのスパーチャーお便りのもあ,、はいはい、ありがとうございますでもってえっ、ー、といいねいいねチャンネル登録やいいねそれから、はいえー、通知をオンにするなどその辺ですねあのよろしくお願いいたします、はい、ですねなので来週に向けて、えーま、ドッグマン新作の感想もそうですし皆さんの心のいい映画犬映画ワンちゃんが出てくる映画 いっぱいあると思うんでねん。犬映画は大変ですよ。これはね、もう広い世界ですからね。まあ本当にあのあの映画のあのあのワンちゃんが好きだ、あの犬が好きだっていうお便りでも、使いから始まりますからね。そうです。構いませんし、ねは,らね、はい。うん、ラッシーもいる。うん、えー、リンチンチンもいる。います。ね。

そういうことなんでございます。ぜひぜひ。ドーベルマンギャングとか。ああ<ー>、ドーベルマンギャングね。うん、あとドーベルマン犬の島ね。いいですね。いやあ、すごい。いくらでもいくらでも出てくる。くも,もう来週はワン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 大変ですよ。では苦情もいいしね。うん、ワン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 ,ワン。来週 <laughs> なんかそういうボタンを押すとワンワンっていうような仕掛けが欲しいよね。うワンなんつって。<laughs> ないしはもう皆さんのオタクのワンちゃん自慢でも結構ですのでどんどんメールをお寄せくださいねフォームをアップしますんでぜひよろしくお願いしますと、はい、いうことだ、はい、ね人気にあしたたかいの犬は食べられちゃったですからよ <laughs> <laughs> トトソロンズの犬は子犬物語は悲しい映画なんだよ、はいはい、ダメだよトトソロンズはそういうことしちゃさ本当にねはい。 大臣になりたいときだけワンワン,ワン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 言いやがってそれ二回だよ二 <laughs> 回年広だよ <laughs> ワンワンワン,ワン,ワン、はい、ということでございます、はい、ありがとうございましたということでと来週もまたこの時間にお目にかかります、はい、今日はありがとうございましたありがとうございました